パラリンピックの方、皆さんありがとうございます。おかげさまでですね、続々と出演者の方が決まってきております。ありがとう、本当に。今日もね、いろいろやっていこうと思うんで、よろしくお願いします。まずね、ご連絡を来て、ぜひ出たいという方が何名かいらっしゃいまして、で、ご紹介を兼ねてやっていこうと思います。ちょっと待ってね。トム・ソーヤ池上さんという方が、生主さんでいるんですけれども、トム・ソーヤ池上さんが、出演したいということで、ご連絡いただきました。よろしくお願いします。トム・ソーヤ池上さんですね。トム・ソーヤ池上さん、チャレンジャーの方ですね。あとね、カシーニが、出演してくれるそうです。ありがとう。カシーニが出演決定です。1、2、3、4、5、6、7、8名決まりました。8名決定です。ありがとう。はい、ワドツーコピーちゃん、よろしくお願いします。トム・ソーヤ池上さんと、カシーニさんが、ありがとうございます。知らない間にめちゃめちゃ増えてる。ああ、頑張った甲斐が、もう本当に皆さんが告知をしてくれたおかげでね、どん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 、このペラリンピックが参加したいっていう方が増えているんで、本当にありがたいなと思ってます。ありがとうございます。楽しみだね、どうなるかね。もうだんだんワクワクしてきたよ。いい感じですね。よかったよかった、本当に。あとはね、大手配信者と審査員の方がだんだん決まっていけば良くなっていきそうな気はするなと思っているんで。着々と進んでますね。いい感じです。ありがとう。いやー、よかったよかった。今ね、あとは審査員だね。頑張って盛り上げてこうね、みんなでね。ありがとう、応援ありがとう。そうだね、あと審査員にこう名のある人がいてもらえるとありがたいなっていうふうに思ってますね。審査員とプレイヤーあと3名、プレイヤーがあと3名と審査員があと3名、あと MC1 人だね。そうですそうです、ペラリンピックっていう企画を今していまして、シンバルさん、イベントマニアさん、よろしくお願いします。出演者の方がペラマスターっていうその審査をする人が3名、それからペラリスト、プレイヤーですね、プレイヤー5名で、 MC があと1名募集していて、チャレンジャー、の方決まったのがですね、コウヤ、カシーニ、バブー達彦、カイホー、アキラッパ、ジェダイ、アメリカ人と中西マンのチーム、唯一のチームですね。あとトム・ソーヤ、池上さんです。いい感じだね。審査員、金梅さん、どんな感じで、金梅、まあね、審査員のね、ことに関しては、企画の内容を説明じゃあしましょう。ですね、一応仮で決めているので、確定ではないんですけど、新宿ロフトプラスワンっていう場所で、イベントをやりたいなと思っていて、ブッキングをさせていただいてます。まだ、場所を押さえてるわけではなくて、メンツが集まり次第、ロフトプラスワンさんの方に、企画の内容を提出させていただく。新野町はね、プレイヤーの方で、参加をさせていただきます。
深夜庁は確定です。でですね、どんな企画かっていうと、夕方のね、7時から10時ぐらいまで3時間ぐらいでイベントをやろうと僕は考えてます。で、滑らない話、今だから許せる話、今だから話せる話、許せない話、エッチな話、失敗した話、ひどすぎる話、トリビアな話、物申す話、生々しい話、キュンとする話、ここだけの話、謝りたい話など、チャレンジャーという方は12種類のお題の中から得意なトークジャンルを1つ選択することができます。で、チャレンジャーはお題を選択して、マックス3人の中からチームの出場者を決めます。お題と出場者が決まるとですね、ペラリストという、チームから相談をして最もふさわしい人がチャレンジャーとバトルをします。一度選択したお題は次から使えません。全部でお題は12個用意されていて、勝利を重ねていくたびに賞金が増えていきます。一度でも敗北すると賞金を失います。途中で挑戦権を放棄することで賞金を確定することができます。こういった内容の、イベント、ペラリンピックというものを、やろうと思ってます。プレイヤーっていうのは、まあ、大手配信者のことですね。ひらめさん、こんばんは、おはようございます。つまりそのプレイヤーであるペラリストっていう人たちに対して、トークバトルを仕掛けるっていうような内容になってます。トークイベントですね。頑張ります。バガーありがとう。そういう企画です。で、今まあ出場者はこの白い方でテロップ流れてるのに書いてあって、ペラリスト5名は深夜庁とテルジャンピンが決まってます。ギャラの方はペラリストとペラマスターにはギャラは出しますよ。チャレンジャーの方はギャラではなく賞金制になってます。参加費無料で参加できますので、ぜひぜひ参加してください。ギャラ出ます、もちろん。審査員は、返事待ちですね。あ、そうなんですか。すごい、60回以上行ってます。今日深夜も行きますよ。マジで今から行くの。あ、開けてってことね。他ロフト系と合わせて自分ロフト9回で88個。すごいっすね、すごいっすね。あ、だからイベントマニアなんだ。何系のトークが面白いですか。ロフト9、はいはいはい。お疲れ様です、ゆうかさん、楽しんでってください。愛子さんは出場しないっていう風にまた聞きをしましたけど、直接お話はしてないですね。愛子さんはなんか出ないらしいですよ。ヒカルくんは誘ってるんだけど返事がないかな。ヒカルくんは返事がないですね。連絡取れない。ヒカルくんにはね、ペラリストで出てもらいたいんですけど、連絡つかないね。乱闘とかはないですよ。乱闘とかないです。島田周、ああ、はいはい、オールナイト整理一番ですけど、島田周平さんのイベントなんだ、こんばんは。いい趣味ですね、トークイベント出まくる。たまちゃんは今回は誘わないですね。トーク系の配信者がいいなと思ってて、たまちゃんトーク系かなっていう。金梅さんを誘ってもたまちゃんは出演の枠はちょっと考えたい。チャレンジャーだったらいいけどね。その辺はいろいろ考えながらやってますね。
ねえ、たくさん人が集まるといいんだけど。まあでも大体企画固まってきましたね。そうだね、ここでしか話せない話とか、あと今だから話せる話っていう、そのカミングアウト系の話もお題にあるんで、そこは期待だよね。普段聞けないね話をボカンと持ってきてくれるといいんだけど、チャレンジャーが。ああ、いいですよ、全然質問ウェルカムです。チャレンジャーはですね、3人から1人、要は単独で出てもいいし、チームで出てもいいです。で、壇上に上がります。で、お題を、12個のお題があるんですけど、12個のお題の中から1つを決めて、で、その中で、その3人の中で最も得意なプレイヤー1人が前に出ます。 OK。 で、そうすると音楽が流れて、ペラリストっていう僕がピックアップした人が、5人の中から1人が音楽流れて登場してきます。で、そのチャレンジャーと、ペラリストっていうのが、その滑らない話とか、この選んだお題で、トークをそれぞれ1分間ずつぐらいしてもらうんですよ。で、審査員の人が、3人いて、どっちが面白かったかっていうのをジャッジメントします。で、5回勝ち上がると、賞金が出る、そういうような大会になってます。みんな来てね、ぜひね。そういうルールですね。おー、ガルダさん、どうもどうも。風船ありがとうございます。で、今、そのペラリストっていうのが、深夜ちょっとテルチャンピンで決まってますね。香川さん、決定ではない。香川さんから連絡来ないですね、まだ。一応、ギャランティーのお話で、多分来ていただけるとは思うんだけどね。まあ、あんまり焦らずやってますね。3万は出ないですね。3万は出ないですね。あ、そうなんですか。一応ギャランティーのお話では詰めさせていただいて、で、今、そのプレイヤーの方で、ペラリストの方で出るか、ペラマスターの方で出るかっていう企画の方、概要、投げさせていただきました。で、もちろんスペシャルゲスト枠なので、僕としてはペラマスターの方で、要は審査員の方でお願いできませんかっていうことでお話をさせていただいてます。一応ギャラの交渉とかは終わってるんで、おそらく出ていただけるかなとは思っているんですけど、まだ確定ではないですね。ですね、喋りの内容、12個の話題の内容は今から紹介します。失敗した話、ひどすぎる話、トリビアな話、物申す話、まずこの4つですね。続きまして、生々しい話、キュンとする話、それからここだけの話、謝りたい話、誰かに謝りたいなっていう、これいいよね。実は謝りたいことあるんすよっていう。で、次に、滑らない話。まあ、これは定番なので説明いらないですね。今だから話せる話、要は過去こんなことをやっちゃったんですみたいな。で、許せない話、例えば何かがあって許せないんすよっていう。あと、ちょっとエッチな話、これは女性向けとかね、男性でもまあ面白くできる人は面白くできるかなと。で、続いての4つは、失敗した話、過去こんな失敗しました、ひどすぎる話、トリビア話。あれ、まあ、この12個ですね、書いてあるこの12個で、やろうと思ってます。で、今お誘いしてるのがね、リナネコにね、声かけてるんだけど、リナネコから返事がないんですよ。霊的なね、話はね、ちょっとハードルが高いし、趣旨がずれちゃうかなと思って入れなかったんですよ。怖い話、俺も考えたんだけど、お題で一言とかいろいろ考えたんだけどさ、
ちょっとね、趣旨が。もう席埋まってますか？ですね、まだ会場を抑えてない段階なので、席、会場がまだ確定してないです。僕としてはロフトプラスワンさんにお世話になりたいなと思ってます。でですね、席、今空いてるのがペラマスターという審査員が3席空いてます。MC が1席空いてます。ペラリストという、人が3席空いてます。で、チャレンジャーは1、2、3、4、5、6、7、8チーム決まってるので、あと7チームぐらいで行こうと思います。そうなんだよ、リナネコが昨日の夜電話してくれるって言ってたんだけど、放送やってたら電話かけるって言ってたんだけど、電話かかってこないんですよね。で、さっき LINE 連絡したんですけど、連絡かかってこないですね、リナネコから。理想のペラマスターは、まあ、理想を言ったらね、うなちゃんまんとか石川紀之とか、ゆいがさんとか、まあ、ドレさんとか、それから香川さんとか、もう大手配信者の方、要はこの人がジャッジするんなら、いいなっていう人、どうしたんだろうね。今、放送してますね、リナネコは。してるんだけど、LINE、今送ったんだけど、おはようって、お疲れ様ですって送ったんだけど、既読つかないですね。気づいてないのかもしれない、LINE に。LINE は連絡してるんだけど、なんだろうね。ちょっとその辺は分かんないですね。いや、一応ね、場所借りてるイベントなんで、乱闘はちょっと控えていただきたいというか、警察ですね、それは。ああ、ぜひぜひ聞いてみてください。リナネコに、和道が電話待ってるよって聞いてもらえると嬉しいですね。和道が電話待ってたけど、リナネコ気づいたみたいな。ね、今日リナネコトークペラリストの方で決まったら面白いなと思ってるんで。あ、よろしくお願いします。ぜひね、女性の参加者が少ないので。ファンレターボックスもいいね。ファンレターボックスいいね。あ、ありがとう、サザエさん。アンケート、
おう、おのちゃん、まんここんばんは。こんにちは。なんかすごい美人なサムネだね。誰これ。あ、このイベント感想とかは、まあほら、放送でコメント書けるからさ。放送でコメント書けるから。まあ、それは受けやすいと思うんだよね。絶対批評はあるから。うん。稲猫から連絡来ないね。みんな生放送の配信者なんだから、お題の一つにその場でお客がお題出してそれに答えるってのもきついかな。なんか分かりやすさがすごい重要だと思ってて、フリップを出してバーってやって、お客様もこの中から選ぶんだっていうのを認識するっていうのが結構大事かなと思って、お客さんがその場で話題出しちゃうと無茶ぶりになっちゃうから、ネタを作りづらいっていう部分があって、やっぱりさ、チャレンジャーはさ、2、3ヶ月時間が用意された中でお題12個出しておけばさ、ネタを作れるじゃん。だから、大手配信者だったらそれできると思ったんですよ。そう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 、大手配信者だったら多分即興芸うまいからできると思ったんだけど、チャレンジャーの人がネタを作りやすくっていう風に考えてこの方法を採用した。そうだよね。格闘技は違うから、ぶっちゃけた話、どんな人でも出れるっていうところあるよね。そうそうそう。やっぱりイベント、来てくれるお客さんと参加者が分かりやすいっていうシンプルな形を取らせてもらいました。パラリンピックに変更になりましたね。で、喧嘩凸バトルみたいなのを変えて、話をするっていう方向にシフトをしました。さまざまな意見があって、その中で採用させていただいた感じですね。企画はまあこれでいこうかなと思っていて。これで固まった感じですね。女性配信者で今決まってるのは海宝だけですね。面白そう。あ、ありがとう。ぜひぜひ応援よろしくお願いします。大手だけだったらね、即興のトークバトルができそうな感じはしたんだけど、やっぱりいろんなチャレンジャーがいるからさ。まあでもおかげさまでね、チャレンジャーの方から連絡いただけたんで、すごい嬉しいなと思ってますね。確かに格闘技は厳しいし、捨て頃の大手さんそれぞれすごいし、これは意味合いが煮詰めていいかと。あ、ありがとう。そうそう、できればなんつうんだろう、売名がうまくできて、みんなのいいところが出る、
その生まれてる人は実力ある人がこうのし上がっていくような企画がいいなと思ってて、でね、面白い人が見つかるっていうのは、リスナーさんにとってもいいことだし、また逆にね、新人と大手の絡みってなかなかないから、そこをね、なんか見ていきたいっていうか、意外とこいつ面白いんじゃねとかさ、やっぱ大手はすごいねとか、喋りうまいねとか、その辺をなんか見ていきたい感じかな、テーマとしては。そのケミストリー、化学反応、どうなるのか見てみたいっていう。またチャンスをね、与える場を作りたいっていう。そういうコンセプトですね。企画自体はいいけど、あとはブッキングだよね。いや、俺がどのポジションで行くか、なんで MC なのかっていうところなんだけど、主催の運営側だから、段取りを説明できる、頭に完全に把握した人が MC じゃないと、仕切りができないっていう点が一つ。あと、プレイヤーとして出たいんだけど、そこが一番でかいかな。イベントだからお客さんに分かりやすく段取り組んでいかないといけないっていう風なことがあったんで。そうだね、その辺はね、青山とも話したんだ。難しいよねって、トーク系じゃないからっていう。ただ実績は出してるから、知名度はあるから、お願いできないかなっていう風に俺から頼んで、本人もね、喋り自信ねえよって言ってて でも和道でも青山は絶対誘いたかったの。じゃあプレイヤーで誘うか、チャレンジャーで誘うかっつったら、それは違うと思ってて、その運営側でやってもらいたかったから。だから一応俺は MC で今回行こうと思ってるね。それは確定で。ああ、一応ね、シークレットゲストっていう形は取らないように、もう公開で全部やっていく形でやってますね。チケットさばけるかどうかよりも、もうほんとブッキングでてんてこまいなんで、それはもう随時発表していくっていうスタイルでやっていこうと思ってます。みんみんだはさん、アイディアありがとう。でも今回実績を作っていってさ、第2回から豪華なメンバーに入れ替わっていく可能性もあるじゃん。一応ニコ生からはカッシーニが参戦します。そこだね、どうやってやっていくのかは。あとはドレさんが出てくれるのかどうなのかっていうところが、もう揉めに揉めてるからね。ちょっと今回もう俺も昨日ブチ切れちゃったからないだろうね。そうだね、1回目がうまくいったら、
ね、2回目もっと盛り上がるし、1回目力入れたいですね、本当。集客も何も。そうだね、石川祐希さんね、うまいよね、めちゃめちゃもう神ってるよね。それこそね、群を抜いて喋りのナンバーワン、トップね、5には確実に入ってる人だから。それこそね、審査員で石川祐希さんだったら全く問題ないと思うよ。誰ジャッジメントに誰も不平が出ないっていうか、香川さんとかね。まあでもね、ありがたいよ、出ていただけるだけで。企画自体面白そうだよね。あとはメンツかな、本当に。あとはメンバー次第だね、どうなるのか。配信中でも結構シャイだよ、あいつ。もともとシャイだよ。楽しそうだよね。まあ、企画は企画でいい感じだね。まあブッキングはね、本当良くなるとイベント自体が盛り上がるから。あとはもうメンツをこう、企画自体は固まったから、ね、3日間みんなともうね、10時間ずつぐらい話し合って30時間ぐらいかけて練った企画だから、まあまあこれで問題はないと思ってる。あとは本当にあれだね、あのメンツだね、どうなるか。一番出てほしい配信者って大手さんに出てもらいたいよ、本当に。名のある大手さんに出てもらえればさ、やっぱりそのチケット売り上げに良くなるわけじゃん。本当にだからみんなが名前挙げてる人たちに出てもらいたいっていうふうに思ってるよ。
さんとご飯食べて寝れてるよ。みこさんおはよう。あ、かかってくる？マジで。ありがとう。かかってくる？いや、既読になんないからかかってこないと思うよ。かかってくるかな？ステイゴロすごいメンツだったからね。結局40人ぐらいからね、集まったからね。みんなでこうかかってこないんじゃないかな。どうだろう。ありがとね、ゆうかさん。ありがとう。そうだね、ゆいがさんが、一応ゆいがさんは前向きに検討するよって言ってくれたけど。保留中の人はもう少なくなってきたかな。
寝れてるよ、大丈夫大丈夫。寝るよ。寝てるよ。大丈夫だよ。チケットの値段まだ未定ですね。だいたいそのブッキングが決まっていかないとギャラの算出ができないんで、その辺は運営さんと決めようと思ってるかな。この時間に何時間詰め込むの？あ、ずっとやるよ。イベント決まるまでは。落ち着くまで。ブッキングと、ブッキングが決まるのと、あと、運営確定するまではずっと続くよ。コメントないのはもともとだからな。ね、うまくいくといいよね。いや、リナ猫はなんか来ないでしょ、連絡。既読つかないもん。
次行こう、次と誰がいるかな。誰かいい名前いるかな。さとみさんあたりね、いいね。さとみさんいいよね。あ、本当に連絡返すって言ってた。オッケーオッケー、ありがとう。ゆかちゃんありがとうね。もう大丈夫だよ。あんまりしつこいとさ、嫌われちゃうからさ、話しづらくなっちゃうから。ありがとうありがとう。うん、ありがとうね。まあ普通に雑談しましょう。ありがとうございます、ゆうかさん、ありがとうね。お気持ちが嬉しいです本当に。よういらっしゃい。気遣いと温かさが伝わる配信を見るとホッとする。大事だよね。やっぱりいろんな人が見てるからさ、配信って。いろんな人に配慮ができる人ほど上に行くっていうか。あーすげえ嬉しいよ。ありがとう。気持ちが嬉しい。ありがとうね。連絡来た。みなみこ酔っ払ってるから無理かな今。うん、みなみこからメール来たんだけど、酔っ払ってるっぽいくね。酔っ払ってるっぽいよ。坂の誕生日11月ですね。
11月のいつだったかな、ちょっと11月としか覚えてないけど、明日はできそう、本当に、釈迦にプレゼント、僕の住所に送ってもらえれば、あの例えばね、鳥のゲージとか餌とかサプリメントとかね。釈迦は何だろう、何が欲しいんだろう、ゲージとかない、ゲージが狭いあとは飯、釈迦のご飯、カバーか。あーそうだね、カバーもあるといいけど、カバーもね、だけどここに天井があるから、あのカバーはね、布かける、布かけてんの、こうやってこうやってね、こうやって、うん、布をかけておりますね。おやすみ、ゆうかちゃん。ありがとね。おやすみなさい。もしもし。もしもし。こんばんは。こんばんは。今大丈夫ですか？うん、もちろんです。ごめんね、お忙しいのに。ん？何の音？いや、全然。今、うん、え？あ、ごめんごめん、大丈夫。今配信中ですか？今僕配信中ですよ。みんな猫も配信してるでしょ？配信中ですね。スピーカーですか？スピーカーじゃないよ。あ、でも声は乗ってるよ。声切った方がいい？あ、それ声、いや、どっちでもいいです。あ、乗っ取っていいですよ。あ、オッケーオッケー。うん。え、そのイベントって、うん。どんなんなんですか？全然わからんけど。うん。トークイベントをやろうと思ってて、新宿で。雑談？はい。雑談っていうか、お題を出してそれを1分ぐらい話すみたいなイベントですね。で、そのチャレンジャーっていうチームがいて、ペラリストっていう、うん、僕がピックアップした5人のゲストの人に対戦するっていう感じでやろうと思ってるんですよ。あ、チャレンジャーがその配信者にチャレンジするみたいな。そうです、そうです。ペラリスト、そう、ペラリストっていう5人にチャレンジをする。ね、なんなんペラリストって。はいで、お題の方が用意してるのがですね、滑らない話、うん、今だから話せる話、許せない話、ちょっとエッチな話、失敗した話、ひどすぎる話、トリビアな話、物申す話、生々しい話、キュンとする話、ここだけの話、謝りたい話っ
の12個からチャレンジャーが選べるんですよ。で、チャレンジャーがお題を決めて出場者が決まると、今度はその5人のペラリストの人たちが楽屋から誰が出るか決めて、で、その音楽流れで会場にどん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 って入場して、1分ずつそのバトルをして、判定員がジャッジをするっていう、どっちの方が面白かった？じゃあ、そのチャレンジャーがお題を決めて、それに行ける配信者、ペラリストが行くってことか。そうです、そうです、そうです。だから、最も得意なペラリストを5人の中で決めるっていう感じ、楽屋の中で。暴露ありっすか？暴露もありますよ。ここだけの話とか、過去こんなことやってましたっていうタイトルとかもあるんで、じゃあ、向こうが言ってきたら別にこっちも突っ込んでいいってことや。向こうの配信とかチャレンジャーが言ってきたらこっちも突っ込んでいいってことや。そういうこと、そういうこと。だから、それを踏まえて、喋りが上手い人じゃないとさ、これってできないじゃん。で、チャレンジャーの方に決まってるのがね、荒野、海宝、バブー達彦、アメリカ人で元芸人の中西マン、アキラッパ、ジェダイ、カッシーニ、トム・ソーヤ、池上さんがチャレンジャーで決まってる。池上くるんすか？来ますね。トム・ソーヤ、池上さんがチャレンジャーで来ます。あんまりよくわからんのですけど、池上ちょっと NG なんですよね、ストーカーなんでちょっと。あ、そうなんだ。その場合だいや、あいと、つは本当に、もう本当、チンコの写真を送るぐらいのストーカー。チンコの写真送られてきてんの、リナネコ。いや、送りましょうか？見たい。本当に送られてきてんの、それやばいでしょ。マジでガチで。だって、池上の全アカウントを全部ブロックしてるぐらいで。あ、そんな感じなんだ。まあ、本気でやるんですよ。それやばいね。それやばいね。で、まあ、ペラリストは、今決まってるのは、青山と、テレジャンビンね。テレジャンビンと新野町が決まってて、で、ニナネコにはさ、ペラリストっていうゲスト枠の方で、出てもらえないかなと思って、声かけ、もしくは MC が、女性が欲しいと思ってて、プレイヤーじゃなくて、なんつうの、仕切りの方で、壇上で、MC をするっていう、どっちかでお願いできないかなと思ってるんだよね。そういうのですか。その、なんか会場とかってなんか決まったんですか？会場はね、ロフトプラスワンっていうところでやりたいなと思ってるけど、ブッキングは決まり次第その箱に投げるから、まだ未定です。まだ決まってない段階か。でも一応150人入るところでやろうとは思ってる。150人。その大手さん、そのなんかペラリスト枠って、なんか誰が来そうとかまだ決まってないんですか？ 5 人やったら、もうあと3人ですよね。そうです。あつさんに新野町テレチャンピンが決まってて、で、香川さんにその審査員の方お願いを今してますね。で、もしかしたらそたのプみんレイヤーなの多方分、で出るかもしれない。リナが大手やったら多分文句があると思いますよ。それが俺、アンケチャレンジャーやったらわかるけど、多分。違うんだよ。それがね、大手の方でリナネコはいいねってなってんの。みんな満場一致で、リナネコが大手の方で来たら面白くならない、喋りうまいってなって。チャレンジャーの方だと、ギャラが出ないんだよ。そうなんや。だからね、ギャラ出す方、まあ別にチャレンジャーでもいいんだけど、どうかなとか思ってお誘いをさせていただいたのね。そういうことですか。11月ですよね。11月の25日に今、スケジュール組んでる。11月25か。土曜日。新宿。なんか今すぐに返事ができるのですよ。子供がおるけん、見てくれる人がおらんかおるかわからんので、リナネコ子今供のいんの？段階じゃ預けることがまだあれなんで、リナネコ子供いんの？それによるんですかね。今更？俺知らなかったんだけど。リナネコって子い供？ますよ。顔さ、そっくりなのって弟とかじゃないの？あれ。いや、と、あの、友達じゃない。子供っす。子供です。あ、だからあんなにそっくりなの？俺弟とか妹だと思ってて、ずっと爆笑してたんだけど、あいれ。や、そっくり。リナネコの子供なの？子供ですね、普通あ、に。そうだったんだ。知らなかったわ。そっくりだよね。言われますね。そう、子供なんですもよ。う、あ、子供だったんだ。知らなかったわ。俺からすると今、ここそう、だそけれので、そ話のをされ県た外とかかになかなか行けんので、あ、そうだったんだ。そうです。何も知らなかったそれわ。があるんで、
そう、それがあるけん、その預けれるんやったら全然いけるし、無理って言われたら、もう見てくれる人がおらんねやったら連れていくこともできんので、そうで、っていそううだよね。段階なんで、そうだよね。もう、それ次第ですね。あ、わかったわ。もしじゃあ、よかったらちなみに、ちなみに、交通費は？交通費っていくらぐらいかかるの？そっちから。交通費。飛行機しか、こっち新幹線ないんだでよね。愛媛だっけ？愛媛です。多分、リナだけですか？香川さんがほら、大阪から。大阪と愛媛違う。愛媛から大阪まで4時間かかります、車で。すげえな そうだよね。あ、香川さん来るんや。来るまかだも。確定ではないけど、今、前向きに、あと、結賀さんが、前向きに検討してくれてますね。多分審査員だと思うんだけど。家田さん？あ、結賀さん。おお、ゆいがさんか。あ、そういうことね。おお。交通費ってちなみにいくらぐらいかかるの？飛行機。早く取っとったら早く取るだけ安いですね。大体どれくらいだ？往復。大体、往復？どれぐらいやろう。セゴラの時はめっちゃ高かったですね。だよね。まあまあ、その辺も含めてじゃあ、やり取りさせてください。じゃあ、とりあえず子供預けれるか預けれんかで決まるんで。ぜひぜひ。じゃあ、また連絡します。ごまめたん決ね。まったらまた言ってください、なんか。ぜひぜひ、よろしくお願いします。はい。もし仮になんだけど、出れるとしたらどの枠で出てくれるっていうのある？もし仮になんだけど。どうか、仮に出るんやったら？別に、どこでもいいんすけどね。MC でもいいし、なんだっけ、ペラリスト。ペロリストじゃないんだけど、ペラリストか。ペラリストでもいいし、何でもいけますね。あ、本当てか、に？今おるチャレンジャーなんか多分、カスなんで余裕っすね。全然ボロボロにできる。カリホーさんは知らんのですよ。誰か。女の人か男の人かもわからんのですけど、それ以外やったら、全員勝もうて飛る。行やとか瞬殺やし、アメリカ人とかなんか、アメリカ人はアメリカ人チームで行こうとしとったぐらいなんで、リナ。あ、そうなんだ。そう、誘われとったんですけど、余裕。そう。余裕でしょ、余裕普だろう通に。ね。そう。だから、リナネコは全員勝てる。ちなみに間違えてますよ。もうちょっとなんか、わーって言える人やったら。で、なんで強い人、ペラが喋れる人にリナネコ入ってほしいかっていうと、チャレンジャーで来られると5連勝されると、俺5万円払わないといけないのよ。要はチャレンジャーの方はギャラがないんだけど、一晩で1組5万円持ってかれる可能性があるのね。だから、喋り強い人を、味方のペラリスト側に入れたいの。喋り強くないんでチャレンジャーでもいいですいよ。や、チャレンジャーの場合は嫌だ。嫌だ、嫌だ、来ないで。だって、だったら、なんなんそれ。お前ごがめチんくャだレ、さいよ。いやいや、お前がさ、チャレンジャーで来ちゃったらさ、5万円、さーって15分ぐらいで持ってかれるじゃん。絶対嫌だよ。いつもそうや、和藤さん、そうや。お前が顔面無理の無理。足の裏みたいな顔しとるなとか言ってきとんのにチャレンジャーダメなんすか？やだ。チャレンジャーはギャラ出せないもん。交通費も出せないよ。やだよ。あ、そういうことね。お前が来たらさ、だって論破されちゃうじゃん。深夜ちょっとテレチャンピンぶったたきます、じゃあ。ダメ？俺困るんだけど。そしたらお前よりも強いさ、ペラリスト用意しなくないといけないから、俺すげえハードル上がるんだけど。一応チャレンジャーも募集してるけど。いや、チャレンジャー面白くないですか？だってキュンキュンでしょ？キュンキュンって何？エロ OK でしょ？なんかキュンキュンさせる話だったじゃないですか。あ、今、じゃあ、ちょっとメールの方に送ろうか、話題。お題。暴露あります。ちょっと待ってキね。ュンキュンさせれます。胸出します。あ、間違えた。間違えたすのる送っのちよゃった。話。ちょっと待っ行きて、ま今、す。間違えたの送った。あ、間違えた。ちょっと待ってね。選ばして。和藤さんとやりたいです。俺は MC だから、俺は参戦しないよ。じゃあ、リナも MC で、その全部試合が終わった後に、MC 同士でやるのは、全然やらない。え？今ね、間じ違えゃて送っちゃったんだけど、
今話題送ったよ、メールの方に。あ、来た。来た。話題はこの滑らない12話個。し。あ、これいいっすね。うん。チャレンジモャモー。モーさんなしでワノさんとやりたいです。だから俺は参戦権ないんだってあ、違うんか。そうそうそう、俺は MC だから いや、わ かりまチしャレた。ンジャーは嫌だな。まあ、なんか、あの、で、チャレンジャーなはん嫌でいいだ。やつか。だって、お前5万円持ってくだろ、絶対。いや、だって今のチャレンジャーからして、ちょっと喋りがうまそうなアメリカ人に言いくるめられそうなぐらいで、あとは多分誰もおらんのですけど、でし海ょ？保さんはわからんけど、それ以外は多分ないっすね。でしょ？だからさ、俺だから うん。喋り強いリナ猫誘ったんだもん。ギャラ払うからって。リスク取るからっつって。いや、違うでしょ。やだ。大手根拳、まあ、うん。なんかまあ、顔面、下敷きのリア猫でもいいやぐらいのレベルじゃないんですか。いや、全然全然。そういう感じではない。リナ猫普通に女性枠で鼻のある人誘おうよってなって。があるとか思ってない。いやいや、本当だよ、もう。本当だよ。YouTube に残ってるよ、動画が。うん。YouTube ですか。そうそう、リナ猫いいねっていう話。全然、全然証拠あるよ。本当ですか。ほんとほんと。ガチガチ。そこで顔面下敷きとか言ってないですか。言ってない。あ、顔面下敷きじゃなくて、俺の足の裏とリナ猫の顔がそっくりって話はした。出ません。俺の足の裏を出見なるいんです。と、俺の足の裏見ると、リナ猫の顔を思い出すんだよね。うん。っていう話はよくするかな。ここだけの話なんだけど。じゃ、それをここだけの話でリアンとやり合いましょうん。それだって別に普通にできるじゃん、普段のプライベートで。イベントでやることじゃないでしょ。オッケー、分かっや。 じゃ、そんなん言ったら、じゃあこれチャレンジャーとイベントでやることじゃないってなるじゃないですか。いや、チャレンジャーでじゃあやるんならギャラ出せないけど受け付けるよ。5 人あ、勝ったそうね、ら。チャレンジャーでやるんやったら、ギャラ出せんけど、その大手っていうか、そのペロリ、あの、ペラリなんやっストたっにけ、挑戦できペる。ラ、で、会場で別そう、になんとか MC リの、ストで出るんやったら、うん。出してくれるってことか。ペラリちスょっトだっと、た勝っらたら。ギャラは出す。で、賞金はないけど、チャレンジャーの方は5万円マックスね。で、ギャラはなし。ただ賞金は出るっていう。じゃ、ここだけの話、モンスター枠で出してくださいよ。モンスター。あ、とびっきりでいきなりゲストで、スペシャルゲストでいきなり出てくる感じ？いいじゃん、ここだけの話で。うん。めっちゃ聞いてるけどね、今。まあまあ、そういう内容です。僕の企画に わ関しかてりましは。た。内容わかりました。うん、ぜひ検討しじゃ、てまくただなんさい。かあったら言ってください。ぜひぜひよろしくお願いします。はい、わかりました。内容わかったんで、またリナもわかったら連絡します。よろしくお願いします。お待ちしております。はい、ありがとうございます。はい。頑張ってください。頑張ります。失礼します。はい、失礼します。まさかのチャレンジャー枠絶対嫌なんだけど、強すぎるだろ、こいつ。ペラリストね、ペラリスト。あ、細田さんいらっしゃい。そうそう、トム・ソーヤは参戦することになった。トム・ソーヤ参戦決定。ペロリストではないよね。ペロリストではない。まあ、ちょっと難しいかな。お子さんいるの知らなかったわ。リナ猫。お子さんいるのは厳しいな、ちょっとね。出ないだろうな。なんかそんな気がする。リナ猫しかも働いてるでしょ？難しいよね、ちょっと。独身だと思ってた。2人くらいいなかったっけ？なんかペラペラ。なんかペラっていうのがいいよね。和道さんの方が4秒ぐらいラグありました。あ、多分ね、俺の方が出力がでかいからですね。高画質にしてるからです。
みなねこは多分携帯で配信してるから軽いんですよ。うん、恭平さんいらっしゃい。多分その差だと思うね。俺パソコンでギリギリの回線の重さ使ってるから。そうだね。ありがとうね、ゆうかちゃん。おやすみ。今ニートなんだ。まあまあ、食っていけるはずだよね、配信だけで。マンスリーとかも結構上の方いるし。犬猫は全然食っていけるでしょ。荒野海宝、バブー達彦、アメリカ人中西マン、アキラッパ、ジェダイ、カッシーニ、トムソーヤ。12345678名、あと7名。なかなか心配なメンツ。 カオスいらっしゃい、お疲れ。カオスも出てよ、チャレンジャーで。 カオスの生々しい話でやろうよ。 生々しい話はカオス得意でしょ。会場ドン引き、ここだけの話とかね、生々しい話とか。みーさん、おお、みーちゃんいらっしゃい。うん、遅くまでやってるよ。っていうか今起きた。俺は滑らない話、俺無理っつって怖い。まあね、プレッシャー半端ないよね。あ、公安が来ちゃうからね。まあ、公安来るだろうね。 現行犯逮捕かもしれないね。 客で来て、客で。おはようございます。ああ、ごめんね、連絡返せないで。ゆきのちゃん、どうもどうも。一般の人がいたら、いや、それ考えたんだけどね、集金に時間かかるんだよね。あ、新宿にいるんだ今。そうなんだ。集金に時間かかるから難しいんだよね。だから審査員の3名に託すよ。ねえ、お客さんならね、全然見れるもんね。多分配信者うじゃうじゃいると思うから、会場に。おい、マティアスいらっしゃい。なんか最近すごい人気出てきたね。まあ、出演者募集中ですね。どうなるか。誰が出てくれるんだろうな。いろんな人に出てもらいたい。でもおかげさまでね、問い合わせが来てて、出たいって言ってもらえてる人いっぱいいるから、ありがたいよね。
そうだよね、5万円かっさらえるんだもんね、15分ぐらいで。こんないい仕事ねえよな。売名プラス5万円取れるんだぜ。熱いよ。おー、ともちゃんおはよう。ハート10個ありがとチャレンジャーの15組。チャレンジャーの方はね、バンバンよ問い合わせ来てんだけど、みんなチャレンジャー側でやりたいのかな？出る？ゆうかちゃん。全然いいよ。全然 OK だよ。チャレンジャー。朝取り来て、会場しょんべん取られて、和道くん捕まったら笑うね。笑えないけど、つって。なんで俺が捕まるの？ 俺朝なんか、朝って何？しょんべんで検査すんの？マリファナって。俺は捕まらないでしょ。金魚すくいって、金魚ありがとう。ガルダさん、金魚ありがとう。いや、これ普通のアイテム、アイテム。コミュ障はきついかもね。TCP 出るんだ。THC か。THC 出るんだ。へえ。そうなんだ。知らなかったわ。へえ。ゆきのちゃん、風船ありがとう。風船ありがとう。ラムネありがとう。ラムネ何なんだろう。アイテム見てみようか。お祭りアイテムっていうのがあって、金魚すくい、ラムネ。ラムネって何なんだろう。普通のアイテムだね。限定アイテムっぽいね、なんか。コミュ障チャレンジャーは解放がいる。解放コミュ障ではないか。ラムネ限定アイテムだよね。ガルダさんありがとね。限定アイテム。解放かリナ猫と戦いたい。面白そうだね。面白そうよね。
マインドコントロール系配信者って誰のこと？ はい。綿飴ありがとう。誰のことそれ。何があったの？誰のことよ。画像ぼやけてる？画像ぼやけてないと思うよ。電波が悪いのかな？ああ、そっかそっか。画像ぼやけてないね。誰かぼやけてる人いる？ああ、言えない？まあ、無理して言わなくていいよ。なんかひどいこと言われちゃった。釈迦はお休みだね。もうそろそろ朝だから、全然開けていいと思うけど。もう開けていいんじゃないの？朝5時だから。ねえ、さあ。おはよう。さあ。おはよう。画像は普通だよね。釈迦神様が目覚めた。のんちゃんがさ、今日起きたらバターチキンカレー作ってくれたよ。バターチキンカレー。すごいよ。美味しかった。トマト、ちょっと酸っぱくてうまかったね。多分今いると場所、ああ、キャスパにいんの今。寝れないの？ゆうかちゃん。もうおはようなの。寝れない。入り直してみて、ゆきのちゃん。もしくは画質設定下げてみてよ。右上のボタンを押すと画質設定変えられるから、多分それが原因じゃないかな。あ、満喫にいるんだ。満喫は回線重たいかもね。全部パソコンつないでるから。で、おかわりが欲しくて、ナンを作って、今発酵させてるね、ナンを。こねるの大変だったよ。おはようボン。こねこねするのが大変だった。20分こねたからね。今イースト菌を発酵させてる。
加藤さんも手伝ったっつうか、朝起きたらのんちゃんがインドカレー作ったよっつって、バターチキンとナンを焼いてくれっつって、で食べ終わって、まだカレー余ってるからご飯で炊いておくよって言って、いやこれご飯に合わないから酸っぱいからって言って、バターチインドカレーって、日本のカレーってイギリス経由のカレーなんだよ。インドからイギリスに行って小麦粉ベースになったのね。でイギリスからその南蛮貿易の頃に入ってきたカレーだから、インド産のカレーの作り方じゃないの。インドカレーって実は鮮度が大事なんだよね。日本のカレーは寝かした方がうまいでしょ、一晩。なあ、うまくできるといいんだけど、こねまくったよ。今発酵させてる。ちょっと見てみる、どうなったか。わ、すげえすげえ、1.5倍ぐらいに膨らんでる、発酵してるよ、すげえすげえ、発酵して膨らんでる、これのね1.6倍か7倍になってるね、発酵して膨らんでる、すごいね。あ、いい匂い、すげえいい匂い、膨らんでます今。これが何の元の強力粉とイースト菌と塩でこねたんだけど、すごい。宮迫ね。希望の謎さんって略したんだ。謎の X じゃないんだ。希望の謎さんの方の。違くねえ、略した。謎の X でしょ、そこは。ゆきのちゃんの略し方が面白かった。センスが出るね、そこね。そうそう、出場者今決定してるのは、MC ワード、ペラリスト新野鳥テレチャンピン、チャレンジャー荒野海宝、バブー達彦、アメリカ人中西マンチーム、アキラッパ、ジェダイ、カッシーニ、トムソーヤ、池上ですね。チャレンジャーはこんな感じです。荒野海宝、バブー達彦、アメリカ人中西マン、アキラッパ、ジェダイ、カッシーニ、トムソーヤ、池上。そんな感じです。そうだね、のんちゃんはすごい愛情深いね。のんちゃんはもう俺に懐いてるから、世界で一番かっこいいの俺だと思ってるからね。笑うでしょ。カッシーニいいよね。カッシーニは熱いよね。いいよね。カッシーニ熱い。そうだね。毎日毎日大変な思いしてやってるからね。もう疲れちゃうよ。本当にもう もう毎日毎日疲れちゃうよ、本当に。こんなの減らっちゃうよね。大変ですよ。
なついてる。バードさん大好きだよっつって。ペットじゃねえんだからっつって。なんかいいっすね。余計なこと口出ししないし、もんちゃんは。ヘラリンピックじゃねえわ。ヘラリンピックだわ。ほらほら。イベントは疲れるね。癒されるね、のんちゃんいると。朝起きたら大体いるんだよね。朝起きたらいるね。おお、ピーマンおはよう。わだつえ、そうだね、一緒にいて癒されるのが一番いいなと思ってるね。可愛いしね、のんちゃん。美人さんだよ。若い頃モテたと思うよ。なんで独身なんだろう。メンヘラだからかな。いや普通に恋人できそうな感じがするけど。恋人どころか友達もいないっつってたから人って意外と独身なのかな。どうなんだろうね。娘の顔を見たらなんだかほっこりして、笑い合うような恋人がいたら数ばかり。ペラリンピック、ああイベントをねやろうと思ってて、イベント名だね。今概要出そうか。これがまあペラリンピックっていうイベントを今やろうと思ってるんだけど、こんな感じだね企画は。ああ彼氏がいると。あていうかね、もうほとんど本当に引きこもりだから、びっくりするぐらい外に出ないんだよ。もう典型的な2チャンネラーみたいな。ああアニメみたいだよね、ほんと。時間が止まってるんだよね。20代みたいよ。下手したらね、ほんとね、高校生みたいな。社会にあんまり出てないから。時が止まってるんだよ、のんちゃんは。子供みたいだよ、ほんとに。おいで。おいでよ。来ないの？来ないの？座敷わらしだとは思わないけど。ああでもね、なんだろう、のんちゃんすごい優しいよ。思っていないじゃん。
いや、新八は大手だろ。いいか。まあ、こんな内容ですね。かわいいね。ああ、でもね、本当にね、のんちゃんと付き合ってから人生うまくいくようになったから、俺にとっては本当に女神様だと思ってるよ、のんちゃんは。新八は大手だよね、しまじろうね。イミネムさん、どうもどうも、こんばんは。風船10個ありがとうございます。面白そうでしょ。ゆきのちゃんも来てくれるっしょ。ドレさんね、昨日喧嘩しちゃったんだよね。ね、喧嘩つが俺がぶち切れちゃったんだけど、多分もう来てくんないと思うよ。ドレさんには来てもらいたいんだけど、会わないんだよね、なんか最近。座敷わらしって可愛いんだ。あんま可愛いよね。でしたか。今日も電話してみようよ。いやー、あんまりしつこいと嫌われるよ。いいよ、もう俺も切れちゃったしさ。また電話出ないと思うよ、もう。もう出たくないって言うと思うよ。話もしたくないでしょ。お腹生えてきたね。発情しないででしたか。卵を産まないのいいか。うん、ありがとね。恋人だと思ってるから発情しちゃうんだよね。ダメよ、ごめんね。卵を産ませらんないの、ごめんね。ダメダメ、プルプルしないでね。うん、ああ、そうだったんだ。猫飼ってたらダメだよ。でもあれだよ、ノーマル文鳥も可愛いよ。やっぱり釈迦がいいんだ、真っ白いのがいいの。この子はね、まだらになる可能性があったんだよね、子供の頃は。シルバーが少し入ってて、羽の抜け替わりの時にね、真っ白になった。あれだよ、子供の頃白くないよ、ゆきのちゃん。子供の頃、ひなの頃は真っ白じゃないよ。今4歳か。あ、うちももう3歳だから産まなくなるかな。もう子供を産む時期は過ぎたのかな。犬か、大丈夫かな、やられないかな、ね、
別の部屋とかあるんだったら大丈夫だけどね。うん、結構鳥は寂しがり屋だよ。2匹ぐらいで飼ってあげるのが一番いいのかな、遊び相手がいるから。だって犬ちょっかい出さない？大丈夫？わかんない。そのワンちゃんがどうなのか。飼い合わせが悪いような気がするけど。カゴからね、1日30分出さないといけないから。女の子ですね。シャカこっち。シャカ。こっち。こっちは。うい、遊ぼう。シャカ。こっち。シャカ。こっちこっち。こっち。シャカ。おいで、おいで、ほら。ああ、発情しちゃった。ダメ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 。シャカ。ごめんごめんごめん。ごめんね。やめよ。シャカ。ダメダメ。尻尾プリプリしないで。シャカ。発情しないで。こっちこっち。ああ、ダメだ。発情しちゃってプルプルしてるわ。ごめんね。卵産めないの。さあ、ダメダメ、やめて。シャカ、ごめんごめん。ごめんね。シャカ。シャカ。カタカナでシャカ。おいで、こっちは。おいで。かわいいよ。ベタ慣れですね、もう。初見さん来てくれてありがとう。もしよかったらフォローしていってください。かわいいよね。文鳥オフ会いいね。文鳥ね、もう何匹か飼いたいね。かわいい。おいで。おいで。よし、いい子、いい子、いい子。いい子だね。こっちは。うい、うい。うい、こっち。シャカ。こっちおいで。おいで。うい、頑張れ。シャカ。おいで。シャカ。こっち。こっちは。嬉しいの。こっちは。こっちおいで。こっちおいで。さか、おいで。こっちおいで。おいで。うい、いいか。こっちは。あ、桜のオスなんだ。仲悪いの。鳥は一回仲悪いと仲悪いって言うよね。モフモフかいね。鳥かわいい？ピクルスさんいらっしゃい。そうそうそう、もうベタベタで離れない。ね。大好きだ。なんだろうね、恐竜の匂いがするよね。鳥は恐竜っぽい、なんかすごい獰猛だし。
かっこいいよね、鳥はね。おはようございます、高橋さん。おはよう。毎日文鳥たちの匂い嗅いでます。メープルシロップ。へえ、メープルシロップの匂いする？鳥って。あ、そうなの。うん、これはタバコを吸うと寿命が伸びるっていう説を採用してるから、これはガンガン吸うね。さか、うん、おいでおいで。あー、空気清浄機欲しいね。おいでおいで。さか、かわいいな。いいいい、空気清浄機欲しいね。へえ、メープルみたいな匂いするの？へえ。おいで。おいで。おはようございます。申し訳ありませんさん。おはよう。おいで。おいで。おい、おいでよ。うん。おいで。おいで。イケメンだね。イケメンだね。かっこいいね。年取ったね、釈迦も。おいで。おいで。よいしょ。おいで。よしよしよし。いいかいいかいいか。よし。おいで。よいしょ。ヒゲマンジュというペットがいる。何ヒゲマンジュ、知らないんだけど。初めて聞いたわ、ヒゲマンジュ。ヒゲマンジュはタバコには負けないと。ヒゲマンジュは何者なの？ヒゲマンジュって可愛いね。パンクするかな。厳密に言えば肺にニコチンタールがある人ならそばにいて吸ってるだけで和道さんと同じ匂いかも。そうなんだよね、タバコは確かに肺がんと肺気腫の可能性を上げるのは本当なんだけど、喫煙率 90% だった男の人がね、世代みんな長生きなんだよね。で、肺がん にはなるんだけど、肺がんって最後のがんって言われてるから、あの高齢者がなりやすいがんなの。だから長生きなんだよね。データ的に言うと。匿名さん、ラムネ10個ありがとう。
ありがとう。いや、買うよ。空気清浄機は買わないとと思ってたから買う買う。実際ヤニ臭いし、この部屋。影響のある肺がんは扁平上なんとかがん、今主流の肺腺がんはタバコの影響はまずないがん。ぜひぜひ、ヒトピーさんありがとね。ぜひフォローしていってください。出会えて嬉しいです。あ、いいよ、寝落ち全然ウェルカムだよ。アイコスの方が俺危ないと思ってるかな。なんかそのタバコって一応データが出てるじゃん。だけど、そのアイコスに関してはまだデータ、臨床が取れてるのかどうか、だから10年20年試してみないと分かんないもんだと思ってるから。白文鳥ラブだよね。俺もラブだよ。ハート30個ありがとう。あ、風船30個ありがとう。俺も鳥かわいいね。ダイキンの空気清浄機おすすめ。加湿器を使わないでカビをまくだけ。メンテめんどくさ。メンテは全然する方だよ。あ、まあ俺も値段上げるっていうのは意味が分かんなくて、国民の健康を本当に考えてるっていう大義名分があるんなら禁止にすればいいのにっていう。税収取れるわけじゃん、取ってるわけじゃん。タバコを吸ってて叩かれる理由がわからないよね。だいたいさ、体に悪いかいいかっつっても俺の問題だからさ、人様が口出す問題でもない。砂糖だって取りすぎたらは体に悪いしさ、塩分だって取りすぎたら体に悪いわけだから。でも人が食うもんとかさ、別にてめえで稼いでるもんでって言ってさ、口出すなよとは思うけどね。ああ、なんかプラズマクラスターみたいなのは欲しいけどな。加湿器の。毛だって体に悪いでしょ。 体に
体に、俺はストレスの方が体に悪いと思ってるかな。ストレスかかるぐらいだったらタバコ吸うよ。ダイキンの空気清浄機。の横で吸うことを言ってるのもわからないの。ペットの横っつってもな ペットの横っつってもな。シャープ空気清浄機プラズマクラスター15,900円。これでもいいんじゃないの。あ、フォローありがとうございます。ありがとう。あ、ダイキンのかっこいいね。ダイキンちょっと値段は張るんだね。うん、ストリーマー粉塵機能、集塵機能がなくてただのイオン、絶対ダイキンなんだ。ありがとう。ああ、まあでもね、車をなくせっていうのも極論だからな。まあしょうがないでしょ、別に江戸時代とかその辺より比べたら長生きだから。俺はストレスが人を殺すっていうのは本当だと思うね。ストレスがかからない生き方がいいと思ってる。どうだろうね。まあしょうがねえよな、俺の家に来ちゃったんだから別にタバコ吸おうが吸いまいが別に人様の勝手って感じで、酒も飲むのも俺は酒あんま好きじゃないけど、別に酒飲んでる人もどうも思わないし、人様の生き方に口出すつもりはないかな。いや、クソだよ全然。全然クソでいいよ。別にあんまりその人様の生き方にさ口出すっていうのは意味がないと思ってて、自分の人生しか変えられないと思ってさ、だってみんながそれぞれ正しいと思ってる生き方をしてるのが人間でしょ。自分が正しいと思ったことを実践するのがその生きるってことだと思ってるよ。
燻製の焼き鳥もいい味。鶏肉うまいよね。で飼ってた柴犬、親父ガンガン吸うのに19歳まで生きてた。まあそんなもんだよね。なんか俺も思うんだけど、タバコが体に悪いって本当かなっていうのはすげえ思ってて、なんかそのあんまり関係ねえんじゃないかなっていう。長生きするやつは長生きするし、早く死ぬやつは早く死ぬっていうのが俺の考え方かな。なんかタバコが嫌いな人がなんか理由をつけてるだけだと思って、別にタバコが体に悪いと思ったことみじんもないよ、正直。体に悪いものを人間が摂取すると思えないんだよね。そう思わない。だってさ、おじいちゃんとかでもさ、すげえガンガンタバコ吸う人とかいるじゃん。だからストレス溜めてない人が長生きしてるっていう判断をしてる俺は。極端な話、寿命を短くなるとしてもタバコ吸いたいもんね。19歳まで生きたってもう爆笑だよね、ほんと。そうそうそう、タバコやめるストレス、だって別に俺2万円になろうが1000円になろうがタバコ吸いたいもんね、普通に。好きですって言ってなんで怒られないといけないんだっていう。あー、ビタミン C ね。ビタミン壊すからね。うん。排気臭は爆発的に可能性上がるからね。それは俺もそう思う。それはエビデンスはちゃんと取れてることだから。それは正しいよ。排気臭が体に悪いっていうのは。初見さんいらっしゃい。水タバコはあんまり興味ないかな。いや俺生ポで生活してないけど。どういうこと？俺全然生ポで生活してないよ今。
ル2。あ、そうなんだ。へえ。フォローありがとう。フォローありがとう。そうなんだよ。寂しい寂しいになっちゃう。遊んで遊んで、どこいんのつって。はい、カズおはよう。ペットも昭和の頃ペットの方が元気だったよなつって。親父が子供の頃ペット飼ってた子供なんて21年生きたさつ。もう強弁だよね。いいね俺。ガジラさんがそのタバコ最高っていうさ、この空気感で最高だよね。この全力で煽ってくスタイルで、ね、あータバコは体にいいっつって、あーペットも元気っつって、あー最高っつってさ、うん、笑っちゃうよね。そうっすね、配信業っすね僕は。このノリがいいね、ガーラさんのね。あータバコいいねーっつって、ペットも元気になるわーっつって。でも俺本気で長生きになると思ってるから。うん、マジな話で、うん、ペットの寿命が伸びるっつってウケるよな。そうっすね、体にいいとは言わないけど寿命は伸びちゃうんだなっつってね。同意見かな。まもなく金魚すくい大会が始まります。10分の制限時間内にどれが金魚すくいアイテムが使われたかを競う大会。へえ。一番使用された配信者に、この配信者に金魚すくいアイテムを一番使用した視聴者ほう匿名を除くにふわっちオリジナルグッズプレゼント。え、欲しいんだけど。え、金魚すくい欲しい。え、何オリジナルグッズって。え、何何何それ。え、金魚すくいください。オリジナルアイテムって何。詳しくはお知らせを見てくださいだって。え、欲しい。え、誰か金魚すくいください。え、お知らせどこにある。何オリジナルアイテムって、超欲しいんだけど。え、何何金魚すくい大会について。金魚すくい大会、オリジナルグッズ、欲しい。誰か金魚すくいちょうだい。金魚すくい欲しい。金魚すくい欲しいっす。お願いします。プレイステーションとかなのかな。オリジナルグッズって書いてあるから違うんじゃない。金魚すくいお願いします。なんかあれじゃない、なんかぬいぐるみとかじゃないの。
金魚すくいめっちゃ欲しいわ。いいね。和道リスナーはバカばっかり言ってさ、フワチミンさん、あなたも和道リスナーなんだよ。あなたは和道リスナーじゃないの？アンズさん和道2。あなたはどこ目線なの？あなたは何者なの？あなたも和道リスナーだと俺は思ってるけど。フワチミンさん、何リスナーなの？ 俺、素朴な疑問なんだけど。アンさんおはよう。バカで可愛いぐらいが丸だって。金魚すくいスタート。金魚すくい、金魚アイテムください。金魚アイテムお願いします。ガルーダさん金魚ありがとう。いいね。金魚すくいお願いします。ガルーダさん金魚すくいありがとう。金魚すくいありがとう。ガルーダさんナンバーワン取りたいんで金魚すくいお願いします。皆さんよろしくお願いします。金魚すくいありがとう。ガルーダさん金魚すくいお願いします。金魚すくいありがとう、ガルダさん。これ1位取れるんじゃね？ 1 位取れるかもよ。10分間です。10分間限定なんで。あ、ユキノさん、金魚すくいありがとう。1位取ろう。1位取ろうぜ。みんなで。リスナーさんももらえるらしいよ。一番金魚すくい投げた人。匿名じゃなかったら。金魚すくいよろしくお願いします。金魚すくい、金魚すくい。オリジナルアイテムくださいな。金魚すくいよろしくお願いします。ナンバーワン取ろうぜ。申し訳ありません。金魚すくいありがとう。金魚すくいありがとうございます。みんな金魚すくいが欲しいです。金魚すくいよろしくお願いします。ちょっとオリジナルアイテム取りたい。金魚すくいよろしくお願いします。頼む、金魚すくいくれ。金魚すくいありがとう、ゆきのさん。金魚すくいありがとうございます。金魚すくいお願いします。私に金魚すくいの愛のある金魚すくい、世界平和の金魚すくい、友好条約を結ぶ金魚すくい、リスナーさんのための金魚すくい、ぜひ清き金魚すくいをよろしくお願いします。私和道は金魚すくいで世界を取り、ナンバーワン、元気のある日本取り戻したいと思います。金魚すくいをどうかリスナーさんからの愛のある金魚すくい、金魚すくいをどうかよろしくお願いします。皆さんおはようございます。和道です。この10分間で運命が決まります。金魚すくいをどうか、愛のある金魚すくいでぜひナンバーワンになりませんか。金魚すくいはいかがでしょうか。金魚すくいをよろしくお願いします。どうか和道に愛のある金魚すくい、価値のある金魚すくい、皆様の金魚すくいをお待ちしております。金魚すくいをよろしくお願いします。金魚すくいはいかがでしょうか。皆さん、金魚すくいは好きですか。子供の頃、
金魚と戯れてた頃を思い出してください。金魚すくい、金魚すくいをどうかよろしくお願いします。お願いします。よろしくです。いやほい、金魚すくい、いやほい。いおりさん、風船ありがとう。アイテムに投げるの、この時間10分間で競うんだって。この10分間で1位は誰なのかっていうのを競うらしい。まあそれ以外にもね、アイテム、お金がもらえるっていうメリットはあるだろうけど。多分一番効果があるのが今の時間帯なんだろうね。イベントやってる。金魚すくい2つありがとう、ゆきのちゃん、ありがとう、ありがとうございます。運動後の生グレープフルーツ、あれクエン酸とかだけじゃなかった？え、どういうこと、どういうこと。あれはね、あの生グレープフルーツジュースとか本当は生がいいんだけど、もう極端な話濃縮還元でもいいから寝る前にって言われたね。あれは便所さんに教わったの。疲れが全然変わるから、その次の日に筋肉が疲労す回復するんだって。本当は生のグレープがいいけど、お金がないなら濃縮還元でもいいから飲みなって言われた、うん、で実際すごい良かったんだよね。体に効いた気がした。まあプラセボかもしんないけど。あとプロテイン飲むときはグレープフルーツで割ってたね俺。その体鍛えてる人に教わって、あのグレープフルーツで割ると飲みやすいよって。あれは体にいいってことなの、そのガールさん的にも。運動生理学。グデタマおはよう。グデタマ金魚すくい3個ありがとう、ありがとう。グレープフルーツには今流行りの HBM も少し含まれてる。へえ。あ、じゃあグレープフルーツ実際体にいいんだ、運動後の。グレープフルーツすごい、なんか疲れが取れやすくなるって感じがした。そう、筋肉痛とかに残りづらいっていうか、クタッとした感じがなくなるんだよね。だからグレープフルーツ最近のよく飲むね。HMB っていう成分があるんだ。へえ。まあでもそのやってた人から経験者は語るじゃん。経験者から何かを学ぶのって俺一番手っ取り早い効率いい方法だと思ってて、なんかその道のプロにさ聞いた方がいいなと、何でも受け入れるようにはしてるかな。その先輩のアドバイス、その業界の先輩のアドバイスは受け入れる。
ね、自分の体に合ってるかどうかってね、あると思うから、それはそれで、自分合わなかった。例えば俺、牛乳体に悪いと思ってて、これ体感的になんだけど、牛乳は俺の体には合ってなくて体に悪いっていう。もう飲んでて味でわかるんだよね。別に飲むことはできるんだけど、お腹は下すし、なんか栄養価があると思えないんだよね、牛乳に。俺は牛乳飲むのやめたね。で、豆乳飲んでるかな。子供に牛乳ガンガン飲ませんのどうなんだろうっていう。大体あれ、牛が飲むもんだからね。牛の子供が飲むもんだから。そう、便所ジュース。言い方。言い方考えよ。そう、便所さんに勧められたの。あと、トレーニング後はグレープフルーツ飲むよって、寝る前に。俺はだからプライベートで牛乳買ったことって本当にないね。なんか調理のなんか具材に必要ならわかるんだけど、牛乳が体にいいとはとても思えない。13個でした。結果発表了解です。運営ありがとうございます。ヨーグルトは美味しいと思うね。ヨーグルトはよく食べるかな。よく食べるわけじゃないけど、全然普通に美味しいと思う。体にいいと思う。ただ牛乳はどうしても合わないね。チーズとかヨーグルトは美味しいと思うね。好きだね。好きな食材だね。なんでなんだろう。ジョタロウチャーシュ。体に分解されて栄養になってる気がしないんだよね。ゆうくん195個負けました。すいません。すごいね、ゆうくんね。1位ゆうくんでした。おめでとうございます。ゆうくんおめでとう。1位取れなかったか。このでもなんか競い合うの面白いね。ゆうくんか、おめでとうございます。金魚すくい負けましたね。圧倒的に10分の1ぐらいだったね。U2 とコラボ？何コラボって。はい、ワドツー、ヤナラッキーいらっしゃい。寝落ちしてた。全然。
あのミュウツーとの戦いは誰がどう見ても和道の勝ちで、アスペは周りの人間から見ると完全にミュウツーだったみたいだった。 いやいや、俺の負けですよ、あれは。ミュウツーは喧嘩強すぎる。もう手も足も出なかった。相手にされないで電話切られちゃったからね。こんばんは、便所さんの場。え、今日オープンなの、便所さん。バー。まだ行ってないっすね。え、場所どこなんだろう。行きたいな。まだ行ってないっす。もうオープンしたの。なすびさん、おはよう。ただ、あそこ放送できないでしょ。ちょ、一回顔出してみようかな。行ってみる。まだ行ってないっすよ、マサラさん。もうできたんだ。便所バー。あ、今日プレオープンなんだ。ワド2の意味はワドお疲れ様です。だね。ワド2。ワド枠取りお疲れ様。だね。なんか自然発生したから、あんまり意味があるとかないとかじゃなくて、みんながノリで言い始めて、勝手に定着したんだよね。リスナーさんがワド2、ワド2って言い始めて。もともとニコ生ではね、枠取りお疲れ様ですって言い合う文化があったの。ニコ生の文化だね。敗北を認めないからボクシングの判定で負けても自分だけ負けを認めないタイプ。いや、ミュウツー強かったよ。喧嘩突。俺は勝てる気がしないよ、彼には。池袋も北口なんだ。何、便所さんもカウンターに立つの、それ。なんか一日店長やりませんかってお誘い来たけどね、放送ができないっていうことでお断りさせていただいたんですよ。枠取りっていうのはね、放送枠って言ってた。放送、昔ニコ生の頃は枠って言って、一枠っていう、30分のことを一枠っていう言い方をしてた。昔はね、順番待ちで1時間ぐらい並んでないと、サーバーに負荷かかりすぎて、配信者が多すぎて、放送ができなかった時代があるの。今、誰でも放送できるでしょ。配信者が放送をやめるまでね、できなかったんですよ、放送が。ああ、裏切られた気分。YouTube でも、なんか、アドセンスの審査落ちちゃって聞いたけどな。どうなんだろう。でも、まあ、食っていけないんでしょ、ニコ生だと。俺はもうニコ生死んだコンテンツだと思ってるから。次はないよね。未来がない。まあ、昔はいいサイトだったんだろう。エンジニアはね、良かったんだろうけど、エンジニアはすごく良くてもさ、運営がダメだとこんなにダメになるんだっていう。改善する気がないよね。ゲスト店長の日が多いみたいなんだ。初見さんいらっしゃい、ザケンナさん。そうそう。だからゲストの一日店長、ギャラ払うんでやりませんかって。で、やるって一回答えたんだけど、放送はできないって言われちゃって。放送できないんだったらちょっと厳しいっすって。浮気来ても余裕でいけるでしょ。だからやってる場所が悪すぎるだけだと思ってる。だって浮気で100万ぐらい余裕で稼ぐと思うよ。なんでやらないんだろう。やらない理由がよくわかんないよね。みどりさんだったらね、1500人ぐらい呼ぶ人を集まると思うし、絶対アイテム上がるっしょ。アイテム上がらないっていうことがまずないと思うよ。
たいねえよな。まあ人には人の考え方があるしね。あんまり俺らが口出すもんでもないな。まあ金じゃないんでしょ、それこそ。今ニコ生延長無料なんだ。撤廃したってこと？その延長機能知らなかったわ。まあ、みどりさんはレジェンドだからね。10月からなんだ。へえ。まあいい改善だね。遅すぎるよ。てか今更だよ、本当に。遅すぎる。あ、じゃあニコ生やろうかな。プレアカめんどくさいけど。徐々に改善はされてるんだね。ニコ生で認め、昔ね、やっぱニコ生のリスナーは厳しいから、ニコ生で認められると箔がつくっていうのはあると思うよ。俺もそうだね。俺も去年だね、本当にログインすらしてないから、ブックマークからニコ生消えてるもんね。あんだけやってたのに。不思議なもんだよな。フェイスタオルいいな。ワッチのグッズ欲しいな。さん、いや俺は1回ぐらいは戻ろうとは思ってるけど1回ぐらいはね。ただどうなるね、そこに行くかどうかは分かんない。あ、俺もそう思ってる。投げ銭最強なのは YouTube っていうのは俺も全く同意見かな。だね、1000人以上チャンネル登録者がいないとその機能、スーパーチャットっていう機能使えないから、俺もあと150人なんだよね。ちょっと今苦戦中だね。そしたらね、投げ銭の機能、スーパーチャット使えばいいもんね。なんでそんなされたんだろうね。なんか俺500円払ってて、毎月3000円分ぐらいのアカウント買ってたんだけど、あ、3000じゃない、1500円か。それなのに、なんか、虚偽通報とかでバンになって、それで頭きてやめたっていうのあるよね。こんなんやってる意味ねえわ、と思って。なんか3000円取りたいだけじゃん、と思って。慣れちゃったっていう。
ランハゲじゃなくて、現わしだね。現わしだと思う。日本軍の服着た人でしょ。現わしも結構古いよ。古参だよね。ああ、まあ、それ本当だろうね。もう首切っちゃったらしいよね。もういないらしいよ。それで、そのアップデートがなかなかできないっていう。てか、エンジニアを大切にしない経営者はダメでしょ？ IT 系で。エンジニアが全てなんだからさ。ニコ生開発した人なんか相当優秀でしょ？アイディアもすごいし。なんでその人の首を切っちゃうのかよくわかんない。下請けだったのかな。おはようサクトラ。現し現し。せっちゃんっていう奥さんがいたんだけどね、離婚しちゃったんだよね。ハイパーせっちゃん。まあでもだいぶ変わったよね、流れはね。だいぶ流れは変わってきたと思う。プログラムが複雑すぎたらしいから、初期のひろゆきさんの時代は優秀な方がいっぱいいたらしい。プログラマーと仕事したことあるけど、天才だよ、やっぱり。数列だけでさ、何か目に見える形で何かを作る。デザインとかはグダグダなんだけど、デザインはやっぱり今デザイナーっていう仕事があるから、ウェブデザイナーっていうその人たちが仕事なんだけど、プログラマーはやっぱ天才肌の人が多いね。そうそう、みどりさんのマスクを後ろから盗んで、それをトムに売ったんだよね。でトムが買ったんだよね、それを。嘘。大雨なの。フォローありがとう。節子じゃなかったっけ？節気だっけ？初見さん、フォローありがとうございます。和道です。よろしくお願いします。東京ずっと雨らしい。雨なのかな、どうなんだろう。曇りだね。雨だな今日。いや、ずっと雨だよ。もう嫌だよ。外企画やるつもりないっすね。全く。ずーっと雨。ずーっと。大きな変革が起こる時代に生まれてこれて幸せ。ああ、全く同意見。俺この時代に生まれてよかったのが、漫画と、アニメとインターネット、特にインターネットの生まれてから、その全部の何かが変わる、その生活とかライフスタイルがガッて変わるものって本当にネットだったから、本当にこのネットがあるっていう時代で、しかもネットの仕事させていただいてるっていうのは本当にありがたいなと思ってて。
これはね、本当に多分教科書に載るような話だと思ってて、このインターネット革命っていう、多分スティーブ・ジョブズとか載るだろうね、教科書に。ビル・ゲイツとか、なんかその世界戦争みたいな、織田信長とかと一緒でさ、スティーブ・ジョブズとこう何ビル・ゲイツがやり合ってたって教科書に載ると思うよ。いや、ネットはいや、俺ネットはあんま変わってないイメージだけどね。そのネットで、なんつうんだろう。見た目とかコンテンツがどんどん充実はしていってるけど、中でやられてること、ユーザーがコンテンツで使ってることはあんまり変わってないと思ってて。なんか、なんつうんだろう。その出会い系サイトっていうかさ、極端な話すると。アマゾンなんてね、今じゃね、大企業だもんね。だってアマゾンの最初のサイト見たときさ、このサイトがモンスターサイトになるっていうかさ、世界一の百貨店になると思ってなかったもんね。楽天とかもそうだけど。すごいよね。だってサイトでね、こんだけ代理店ができるなんて考えてなかったもん。すごいよ。楽天だって銀行を持っちゃうぐらいでしょ、今だと。ネット銀行もね、すごいもんね。本物の天才。いや、俺はね、ウォズニャックは本当の天才だと思ってないんだよ、実は。なんでかっていうと、ウォズニャックタイプの人、何人か仕事したことあるんだけど、ウォズニャックは超優秀なプログラマーだったのは認めるんだけど、やっぱりね、こういう素人でもわかる質感とかデザインとかって、構想みたいなもの。要は、プログラムよりもね、やっぱね、アイディアとか、それを実現する能力の大変さの方が分かってるから。じゃあ、ウォズニアックが実際、ジョブズと出会ってなくて iPhone、Apple コンピューター作ったかって言ったら、作ってないと思うよ。多分、魔法、要は言われたことを何でも叶える力はあったんだよ、ウォズニアックには。ただ、何かを作ったかっていうと、作ってないと思う。ウォズニアック、なんかやってたよね、ジョブズと別れて。何やってたっけ？で、その授業ってうまくいってなかったような気がするんだよ。やっぱりね、エンジニアタイプ、何でも作れる人っているんだよ、本当に。作業所でもさ、やっぱプログラマーの人いるんだよ。だけどね、何でも作れるのに、何かを作るっていう発想が、自分からは生まれてこないんだよね、そういう人って。おう、ジェダイさん、おはよう。イベントよろしくお願いします。そう、だから、なんだろう、ウォズニアックの凄さは分かるんだけど、世の中を変える力があったかっていうと、そうではないっていうのが俺の判断かな。本物の天才は自分がする行動を論理で語れない気がする。そう、プログラマーの人とかもそういうタイプだと思う。ジョブズは、カリスマっていうか、だから、トーマス・エジソンみたいな人だと思ってる、俺は。昔で言うなら。で、なんか、ジョブズとか宮崎駿とかもそうなんだけど、クリエイターって狂ってるところが面白くて、すごい嫌われ者だったりするじゃん。だけど、なんか成人みたいな扱いをするのがちょっとどうなんだろうって思うね。汚い部屋。そう。あ、まあ、汚いか。ジェダイ綺麗だもんね。部屋汚いかな。だいぶ綺麗な方。おはよう、ワカメさん。おはようございます。ロックンローラーに見える、あと表現者。まあまあ、なんか音楽、なんだっけ、ローリングストーンズじゃなくて、なんだったっけな。まあまあ、ヒッピー世代だしね、思いっきり。企画より彼女が先。彼女が先？どういうこと？彼女。彼女ってなんだろう。
俺なんか、ウォズニアックが切れなかったエピソード好きだね。金のやりとりで。まあ、切れたんだけど、結局。ウォズニアック騙されたわけじゃないけど、なんか、スティーブ・ジョブズひでえやつだなっていうエピソードが好きなんだよ。契約で、いくらだったらこれ作れるっつって、版権をやるんだけど、裏側で実は大きい会社とすげえもっとでかい契約してて、結局その取り分かなりでかくなったんだけど、ウォズニアックにはずっと黙ってたって。彼女いるよ。彼女いるいる。ずっといるよ。あれは人格者だよね。ウォズニャックのそういうところが好きで、あの人はエンジニアとしても優秀なんだけど、人としてもそのすごいできてる人で、なんだよ、一言相談してくれればよかったのにって、会社をでかくするためだったら僕はノーなんて言わないよって。だからそのジョブズのことを一切悪く言わなかったらしいよね。アンドーナツさん、おはようございます。そのいくらひどいことをされても、そのいや、ジョブズにはジョブズの考え方があったんでしょうって。あ、そうだ、テレビリモコンかなんか作ってたんだっけ、ウォズニャック。女が掃除好きと思うのよ。いや、のんちゃんの部屋マジ汚ねえかんな。ビビるよ、本当に。レンドさんのツイート見てないっすね。なんかあった？レンドさんのツイート？どこ見ればいいんだろう。便所さんのツイート、 URL くれますか？便所さんのツイートの URL 欲しいな。あるか？いつ頃のツイート、いつ頃のツイートだろう。便所さんのツイート、なんだろう。どこ？何もないけど。なんだろう。便所さんのツイートって何？いや、わかんない。何もないけど、今見てるけど。なんか、のりゆきさん、特になんかあるように見えないけど。なんだろう。何のこと？どれだ？どこどこ？見当たんない。URL が欲しい。ロフトプラスワンをリツイートしました。待て待て待て、会場が全く把握できてないイベントなの。まあ、その段階で発行して、そしてその、どれだろう。ないな。大丈夫ですか？どれだろう。会場はまだ押さえてないっすよ。でもそれ伝えてなかったかな、弁護さんに。仮でやろうと思ってるんですっていう、押さえてはいないのは伝えたんだけどな。あ、ありがとう、言われる。まあ、しょうがないよね。ああ、これね、ありがとう。あったか。まあまあ、しょうがないですね。
ありがとうございます。 URL これはフォローしてるかな。今から会場、うん、いや、あのね、会場取れるかどうかっていうよりも、あの出演者が決まらないと会場を抑えられない、うん、でもうそろそろかな、もうちょっと決まったらあの企画書を投げようかなと思ってて、今こんな感じだからさ、そうそうそう。でも深夜長好意でやってもらったからね、俺がそのなんつうの、俺のミスだと思ってる。深夜長は悪くないよ。深夜長好意でやってくれたわけだから、だからあのみんなあの違うよ、俺の責任なんだよこれは。もちろんロフトさんには昨日の夜の段階でメールはさせていただいたけど、問い合わせはしてるからちゃんと。ジュース取ってくるわ。遅れれば遅れるほど会場取れなくなるね。いやー、賛否があった方がって言うけど、ピが多すぎるでしょ。ピが多すぎるでしょ、ピが。ピが俺を苦しめてんだよ、ピが。でも、運営さん直々にツイートをしてくるって、ね、すごい、しっかりした運営さんだと思うけど、プラスワンさんの対応が。まあ、通報があったんじゃないの？わかんないけど、まあでも俺の不徳の致すところですよ。本当に申し訳ない、お騒がせしてしまって。これはもう全然俺が悪い、誰がどう見ても。好意でやってもらってることだからさ。
あ、みやびさん、あ、みやびさん。あ、みやびさんだ。おはようございます。また筋肉でかくなってる。なんかドレさんのサムネみたいになってますけど、大丈夫ですか？ キャラがかぶってる。 おはようございます、みやびさん。おっぱよー。愛子ちゃん明日北海道か。いや、参ったよな、本当に。イベントやるってもう頭おかしくなりそうだよ。みんな大変ね。今日あたり行ってみようかな。出演者どれくらい決まってんだ？ 1,2,3、 あと1,2,3、 1,2,3。 ただね、ペラマスターとペラリストが決まらない限りさ、これペラマスターとペラリストが決まらない限りさ、進めらんねえじゃん。これ一番大事なところじゃん。チャレンジャーはいいんだけど、べしゃり上手い人がいないと難しいかんな。まだ持ってける段階じゃないよな。どうすっかね。もう2人ぐらい決めたら安心感があるんだけど。もう2人だな。チャレンジャーはあと半分だからね。カッシーニ、ペラリストの方に出てもらおうかな。カッシーニ。もうちょい様子見るか。え、歌舞伎町来んの？マジっすか？ええー。あ、そうなんだ。歌舞伎町で何やるんすか？ええー。歌舞伎に来るんだ。知らなかった。家近いっすよ。歩いて20分ぐらい。盛岡ってどこだっけ？すげえ。岩手に行って歌舞伎に来る。すげえ。あ、キャスパーでコラボするんですか。ああ、いいっすね、いいっすね。いいっすね。全然忙しくないっす。全然暇っす。全然暇っす。誘ってください、いつでも。全然暇っす。いつでも誘ってください。みやびさんのコラボなら全然大ウェルカムなんで。
高学歴、そうなんだ。知らなかった。学歴いいんだ。ジダイさん参戦決定ですね。チームでもしかしたら女の子と来るかもって言ってたよ。会場をキープするにはさ、メンツと企画書の提出が必要なんですよ、マサラさん。で、例えばさ、イベントやろうと思ってるんですけどって言って、メンツはって言った時に、これからブッキングしますだと会場を抑えることができないんですよ。なので、ある程度もう2、3人決まらない限り、会場箱をキープすることができないですね。企画書を提出することができないんで。そこなんですよね。だからある程度ブッキングもう少し固めてからじゃないと会場を抑えられないですね。今決まってるのが、俺、新八丁、テルチャンピンでしょ？新八丁、テルチャンピン、ワド、荒野、カッシーニ、バブー、辰彦、海宝、アキラッパ、ジェダイ、アメリカ人、中西マン、トム・ソーヤ、池上の12人か。あと3人ぐらい必要だね。あと3人決まったら。LINE いつでも、放送中でも LINE 全然構わないタイプなんだよ、僕。いつでも LINE ください、ご都合がいいときに。ありがとうございます。ジンさん、ありがとうございます。集まり日決まったり、箱の仮押さえが終わったら、もちろん告知させていただくんで、チケット皆さん買ってください。よろしくお願いします。会費イコールプラス、赤字だね。例えばそのプラマイゼロになるボーダーが22万円なの。22万プラスギャラを払わないといけなくて、で、プラス賞金でしょ？で、そこからだから、まあ赤確定ですね。だから本来はね、みんなでお金持ち寄って、チケットをある程度売れる状態にして、チケットノルマ作って、で、なんて言うんだろう。まあ例えば5人で20万終わって、で、プラス出たらみんなで割ろうねっていうやり方が綺麗なやり方なんだけど、自分主催の場合だから、あんまノルマ制とかにしたくなかったのね。なんか、なんだろう。お金は別にね、資金の準備はあるから、全然余裕あるお金は放送でいただいてるから。なんかギャラもお支払いして、賞金もお支払いして、まあ赤くってもしょうがないからやりたいなと思ってるね。なるべく赤食らわないようにはやろうと思ってるけど、まあでもいい企画やったら、なんだろう、ご祝儀とかいただけると思ってるから、頑張ったねって、だからそれでいいやと思ってる。長い目で考えたらプラスになるかなっていう。ねえ、生放送で花火上がってもありがたいじゃないですか。だからそういう感じですね。そういうところでプラマイゼロになったら、長い目で見てもらって、
配信でいただいたお金は配信で返したいっていう感じですね。でもここ普通の箱貸しはしてないんですよ。だから、企画書を提出しないといけないのね。曲がりっていうのをやってないところだから。嘘、みやびさん出てくれない？これ。マジで興味ある？みやびさん出てくれんの？みやびさん出ます？みやびさん出ます？めちゃめちゃ助かるんですけど。おや？おやおやおや？想定してないことが起こったぞ。これは面白い。マジですか。不動産の黒い話とか面白いよね。話題このテーマですけど大丈夫ですか。みやびさん超ウェルカムなんですけど。今、凸ってできます？今、忙しいかな。いや、ありがたいよね。3品出ますね。いやいや、こういう、めちゃめちゃ僕もありますよ、全然。今出れます？マジですか？電話してみようか。あれ、みやびさん、みやびさん。みやびさん、みやびさん。あれ、みやびさん、みやび。あれ、みやび。あれ、出てこない。あれ、みやびさん出てこないな。ローマ字かな。あれ？みやびさんの LINE 交換してましたよね？あれ？なんで出てこない？配信。みやびさん、みやびさん。なんかもう、あれどこ行った？みやびさん。みやびさん、スタンプもらってもいいですか？なんか LINE がもう、すごい増えちゃって、ごっちゃごちゃになってるんですよ、今。あ、いた！みやび。みやびさん。あったあった。発見しました。もしもし。あ、お疲れ様です。おはようございあ、まお疲れ様です。おはようございます。ういっす。なんかイベントやるんですよ、今度。はい。なんか、はい。そのあれがちょっとトップにあったんで、ちょっと気になってですね、はい。和道君の枠にちょっとお邪魔しました、朝から。はい。いえいえ、ありがたいです。ありがとうございます。イベント自体はい。は、まだその日付と場所は未確定なんですけど、
新宿のロフトプラスワンさんでイベントやりたいなと思っているんですよ。はい。で、運営さんに問い合わせたら、空きがあるっていうことで、今度、企画書を、演者が決まったら提出しに行こうかなと。はい。で、内容自体は、ペラリンピックという企画です。で、ペラリストという5名の、5人の、ペラリストを用意して、チャレンジャーと対決をします。で、チャレンジャーの方は、5連勝すると賞金が5万円出るっていう企画です。で、12個のパネルの中から1つの話題を選んで、3人で1組チーム作れるんですよ。で、その3話題人を1決め、組のチーム。そうです。例えば、みやびさんと誰と誰って言って壇上に上がって、で、話題を、じゃあ、ひどすぎる話っていうテロップを選んで、で、出演者3人の中から僕が出ますって、一番得意な俺だわって言って、1人前に出ると。そうすると、5人のペラリストの中から、対戦者が出てくるっていうような内容です。で、5連勝までがマックスで、で、審査員が、ジャッジメントをするっていうような内容なんですよ。ちなみに、どうですか？ご予定とかは。非常に興味があり、出たいという気持ちが強く、マジっすか？ありがたいっす。ただちょうどその時期、不動産の繁忙期で、そうですよちょっね。と日にちの方が、スケジューリングの方ちょっとか、あの、ということで、そこだけ調整していけば、ぜひ出させていただきたいというふうに思っております。なるほどですね。じゃあ、僕らの方で、日付が確定しないとお返事ができないっていう感じなんですかね。そうですね。なるほど。じゃあですね。であれば、ずらせるようであれば、僕の方、仕事の方はずらしてでもっていうふうに、ワードオークの企画であれば、ぜひ、マジですか？盛り上げるためにちょっと末席でも出させていただければとは思ってます。ありがたいです。ちなみに、今、ペラリストっていう5名の、要はモンスターダンジョンってご存知ですか？ラップいバえ、トルす教えてくる。ださい。なるほど。チャレンジャーの方は賞金なんですよ。で、ギャラが出ない感じで、で、5人のゲストの方だと、ギャラが出るけど賞金が出ないっていう感じなんですけど、その辺ってどうなのかな？ギャランティーの方とか、僕、お金はいらないです。マジっすか？チャレンジャー側とそのプレイヤー側だとどちらで出ていただけるっていう感じとかありますか？プレイヤーで出たいです。プレイヤー5人の方で出てもらえます？マジですか？ありがとうございます。とんでもないです。名前変えちゃってもいいですか？一応、仮っていうことで。お願いします。助かります、みやびさん。ありがとうございます。とんでもないです。当日、生放送は、僕のフワッチの方でやらせていただくんですけど、パソコンとか携帯で録画をして、後で公開するっていう形はもう自由に、お願いしますので、ぜひぜひよろあしりくおがとう願ございいまします。ます。じゃ、お願いします。概要の方を送らせていただくので、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。ほぼほぼ、ほぼほぼほぼ、ほぼ書くぐらいの形で、ぜひ、わかおりま願しいいたた。します。よろしくお願いします。じゃあ、すいません。確定させる方で、頑張りますので、お願いいたします。お願いします。あと、配信者で、もしお友達の方で、こういう人、この企画向いてそうっていうのがあったら、ご紹介いただけるとすごい嬉しいです。わかりまし た。誰か、ぜひぜひ。とんでもないです。お声掛けいただいてありがとうございます。もう本当に助かります。まさか雅さんが出てもらえると思ってなかったんで。いえいえ、とんでもないです。そんな僕みたいな、そんな、もう、バドウ君とかたくさんお世話になってますから。ちなみに、この中の12個の話題で言ったら、どんな話題が得意とかあります？ジャンル、トークジャンルで面白い話できる、あります？そうですね。逆に、和道くんリスナーさんとかが、みやびこれやってよっていうのがあれば、もうそこを僕やりたいっていう感じですね。さっきコメントだったのが、不動産業界の裏話が聞きたいっていうのがあったんで。ですので、もうそこはもう逆に、ここのポイントかなっていうふうに和道君が、思ってくれたところ、僕、そこに持ってってくれても構いませんし、実はですね、もう僕は全部、プレイヤー側、チャレンジャー側だとパネル指定できるんですけど、5人の、みやびさん今回出る方を選べないんですよ。向こうが指定して何くが来るんるかで。分かんないって感じですよね。そうっす。
はい。なので、深夜茶と、三はい。品と、こう、誰がこの中で得意か。でも、ジャンルが違うんで、深夜茶と三品。はい。はい。はい。ありがそうたでいっすね。す。で、僕もジャンルが違いますし。はい。ありがたいっはい。す。じゃあ、とんでもないです。よろしくお願いします。こちらこそお願いいたします。ははい。それでは、失礼しまい、すいす。ません。はい。和藤さんのリスナーさん、和藤さん、失礼いたします。失礼します。はい。決定。ほぼ決定です。ありがとうございます。いやー、助かる。みやびさんが決定しました。これは嬉しい。これは嬉しい。みんなパチパチです。みやびさん参戦決定。ありがとうございます。うわ、超嬉しい。ペラマスターじゃなくて、ペラリストの方に、みやびさん決定しました。いやー、嬉しい。みやび。や、ツイキャスから来たー。そうだね。あとね、もう正直あと審査員だね。ありがたいね。正直審査員、あと。いやー、でかいっすね。ありがとうございます。これはでかい。心強いよね。ちょっと概要を送らせていただきます。ありがとうございます。ちょっと概要を送るんで、ちょっと待ってください。いや、ありがてえ。あとは MC はまあね、誰かやってもらえそうだけど、審査員かな。あとは、審査員かな。会場費とかはもう僕が手出しで行くんで、お金はもう用意してあるんで大丈夫です。ドキドキしてきた。ああ、ありがてえ、マジで。究極さん、大丈夫ですよ。皆さん、よろしくお願いします。皆さん、みやびさんにパチパチお願いします。みやびさんもふわっとたまにされてるんで、フォローもよろしくお願いします。ありがとう。ゆいがさんね、俺はね、ペラマスターの審査員にゆいがさんをお願いしたいと思ってるんだけど、いやー、ありがたい、これは。これはありがたい。いやー、あと、ニダネコがね、決まったら女性のペラリストも決まるし。ありがとう。みんな応援してくれてありがとう。もうそろそろ箱を押さえる段階だけど、いいね。4日目にしていいね。ありがとうございます、本当に。そうね、もうそろそろ箱行きたいですね。あと2人じゃない。審査員は3人だから、あと3人。香川さんから正式なお返事が来てないんで。多分審査員に香川さんが確定しそうな気がするんで。ありがたい。B はでっかい B か。いや、B、正式にちょっとね。B の文字が違う。B。いや、B 君と。ありがとうございます、みやびさん。よろしくお願いします。ツバニャンお願いしたいな。ツバニャンにお願いしたいけど、ツバニャン連絡先わかんねえな。交換すればよかったな、 LINE。
女性枠だ。いや、枠開いててよかった。ドレさんに電話してみるかな。ドレさんに電話してみようかな。頭下げるか。ドレさんに電話してみるわ。この企画ドレさんいないと成り立たないのはもう感じてるからな。俺頭下げるわ。ドレさんに頭下げよ。いや、DM じゃなくて連絡する。今メール送っといた。とりあえず謝罪からメールしました。胃が痛いです、うんうん、胃が痛いです。既読つかないから無理かな。いや、よっさんはね、その後お断りのメールが来た。よっさんからお断りのメールが来ましたね。3万円も交通費もポケットマネー出すっていうお話させていただいたんだけど、難しかったっすね。ダメだね、 LINE 既読つかないね。既読つかないね。ドレさん、いや放送中だわ似てねえわ、がっつり放送中だわ、直接 LINE してって。 OK、
胃が痛いからちょっと深呼吸をさせて。胃が痛い。胃が痛い。ちょっと深呼吸をしていいですか。ちょっと心の準備いいですか、皆さん。胃が痛い。胃が痛い。直接って言ってる？胃が痛いよ。胃が痛い。ダイさんおはようございます。胃が痛い。ちょっと待って、絶対かけるから、ちょっと待ってね。胃が痛い、胃が痛い。ちょっとトイレ行ってくる。うん、OK。 あの、胃が痛い、胃が痛いからちょっと5分待ってくださいって言った。胃が痛い。ただいま。え、みんなどう思う？大丈夫かな？胃が痛いよ。大丈夫だと思う？大丈夫かな？
たい。花火ありがとうございます。花火ありがとう。花火気づかなかった。花火ありがとうございます。頑張ります。そうそう、ありがとう。あれ、タイムラグすごい。もしかして、手挙げてください。手挙げて、みんな手挙げて。ラグってんのかな。手挙げてみて。ラグがひどいのかもしんないな。あー、そうでもないね。じゃあ行きますか、これ吸ったら。そんなにないですね、ラグ。ラグある人は、あの、更新してください。うん、横文字？なんすか、横文字って。あ、今、ドレさんに説明します。聞いててください。かけます。お疲れ様です。おはようございます。おはよう。おはよう。昨日すいません、あのサージ投げて、あの理不尽にドーナツすいませんでした、昨日は。いや、怒ってないよ、最初から。はい、別に枠でも言ってたけど。はい。で、まあ企画内容別にして、俺は最初から言ってるけど、はい、お前困ってんだったらね、俺でよければ、はい、そのイベントの協力はさせてもらうよ。俺なんかでよければね、大手じゃなくて申し訳ないけど。で、昨日さ、はいはい、蒸し返すわけじゃないけど、今日俺が言いたかったことがあった。その、俺は頭下げろとか、謝れとは言ってないんだよ。はい。だけど、ほら、はい、ずっと、ちょっとごめんね、一瞬。ホッケさん、花火ありがとうね。あの、いや、ほい。あの、まあ言ったらずっとディスしてたわけじゃん、俺の。はい。だからそこをさ、謝れとかじゃないけど、まあ、その話は置いといてっていう一言が欲しかったんだよ。はい。あの、まあ言ったらさ、ディスなんてね、俺も宣伝してくれたわけだから、はい、本気で怒ってるわけじゃないけど、はい、なんかやっぱ、ね、そこを何にもないと、ちょっとあれかなっていうのはあったんだけど。はい。そうですね。はい。おっしゃる通りです。だよ、もう俺とお前の中なんだから、別にいいじゃん、はい。あれは、それはそれで置いといてって言ってくれりゃさ、はい、ふざけんな、お前謝れよなんて俺言わないよ。はい、別に。はい。だから、それが言いたかっただけで、はい、あのね、イベントの批判とか、お前がイベント失敗すればいいなんて俺は思ってない。はい、お前なんかそういうふうに誤解してんだよ。俺がその、はい、お前が一生懸命やろうとしてることをからかって、バカにしてると思ってるけど、はい、うちの西田さんに聞いてもらえば分かるけど、一回もそんなこと言ったことないよ。はい。どうしたの今日は、なんか。あ、いや、あの、さじ投げないようにと思って、最後まで話聞かないと話こじれるなと思って。いや、だから俺はそんだけ言いたいこと、はい、だから企画の内容っていうのは、君がイベンターなんだから、君が決めればいいし、はい、俺は口出す気ない、はい、俺なんかでよければ、はい、
どれだけ集客があるか閲覧に寄与できるか分かんないけど、はい、君の企画だったら協力するよって言ってんだから、そんだけで。あ、ありがとうございます。そうですね、すいません、はい。だからもう別にイベンターなんだ、はい、君がやれば。俺たちはほら演者だから、はい、決められたことをやるだけだからさ、はい。もうすいません、散々ディスってて散々サジ投げてなんですけど、やっぱりその自分の考えとしては、そのドレさんのお力をお借りしたいっていうのが、もう頭から企画をやる段階からあって ありました、はい。まあディスに関してだって別に配信者同士だからね、はい、今更お前謝るよも何もないわけじゃん、はい。そんなのね、配信の中で当たり前で、はい、考え方変えたら俺の宣伝をしてくれて、そのおかげで今一覧上がってるわけだから。あ、いえいえ、それ便所のワードもスルーだったらこうなってないでしょ、はい、多分。うん、いや、ドレさんのトークの実力だと思ってます、それは。いや、それはないでしょ。あ、いえいえ、いいんだよ、だからそこは、はい、ただ、はい、そこに触れないのはちょっと違うんじゃないの、はい、と思ったけど、そういうふうに言ってくれたらもう俺は何もない、はい。みんながそこで切れ、そこで切れない和道はダメだっつってるよ。いえいえ、もう一回ここで切れるべきだって言ってるよ。いえいえ、切れることはないです、はい。まあ、はい、多分ね、はい、その企画が思う通りにいかなくて、はい、もうストレス溜まってるところに俺がね、説教してるように聞こえたんだろうけど、はい、俺は決してね、はい、その説教なんてするつもりないよ。君の企画なんだから、はい、君のやりたいようにやったらいいんだし、はい、そんなこう、なんて言うんだろう、はい、オフェンシブになってさ、はい、なんか言われたらすぐこう、批判されてるとか、はい、ディスられてるって思わないで、ね、俺も宣伝してるわけだから、言ったら、はい、ここがダメなんじゃないかって言いながら、はい、みんな和道の話してるよ、はい、うちでも、よそでも。ありがとうございます。だから、はい、まあ、そんなに時間もないよね、3ヶ月だから。そうですね。で、まあ、会場を抑えてない問題とかもあって、うん、僕としては演者さんが決まっある程度7割8割方決まってからじゃないと、その企画書を会場に出せないっていう、うん、その箱貸しをやってるところではなかったんで。で、はい、俺と、はい、新八丁と俺と雅とあと誰決まって3人だけ今、テルチャンピン、新八丁、雅くんがプレイヤー、新八丁、テルチャンピン、雅くんプレイヤーで、うん、で、解説員の方に結賀さんと、香川さんに前向きに検討していただいてますけど、確定ではない段階です、うんうん、でチャレンジャーって言って、その挑戦者側にですね、高野、海宝、バブー達彦、アメリカ人中西マンチーム、アキラッパジェダイ、カッシーニ、あとこの前アメリカ人と便所太郎さんの企画をしたトムソーヤ池上さん、うん、はい、でリナネコはチャレンジャー側で、もしかしたら子供の都合がついたらチャレンジャー側で出るかもっていうふうに言っていただいてます、うん、はい。で、俺はどこに行けばいいの？今考えてるのは、そのプレイヤー側なのか、それとも審査員なのかっていうのはドレさんと相談して、うん、ドレさんのそのリスナーさん、いや俺のリストなんか気にしないで、はい、君がイベンターなんだから、君がいろっていうところに行ってその仕事をするだけだから、そんな気を使って、はい、うちのリスナーの顔立てとか、はい、そんなのいらないよ、うん、君が置きたいところに置けばいいんじゃない。僕としてはただ、はい、俺はどっちでもいいんだけど、はい、その俺が審査員ってどうなの、このポットでで言ったら6月から捨て頃芸人なのにさ、俺が雑談系の人のその審査なんかしていいの？わかんないけど、絵面的には審査員だとめちゃめちゃハマるっていう話で盛り上がってました。あ、まあまあ年齢的にね、はいはい、あれだから、はい、あと、ただもう一つの意見は、いいのかなと思っちゃう。もう一つの意見は、ドレさんがプレイヤーで、ジェダイさんとかバブー達彦とかを論破するところも見たいっていう2つの意見で半々で割れていて、で、うん、僕としても、その僕はどっちでも審査員の方に座っていても、そのプレイヤー側の人でも盛り上がるとは思ってますね、正直。だからその自由に動かせる駒として、はい、あと誰がブッキングするかで決めたらいいんだよ。あ、本当ですか。プレイヤー側でも、ね、俺はどっちでも全然構わないけど。あ、本当ですか。
ありがとうございます。だからそこは、はい、そのイベンターから振られた仕事を俺はするだけだから。ありがとうございます、助かります。俺なんかでね、はい、数週動くのかねと思うけど、まあ他ならぬ君の頼みだったらもうそれは喜んでやらせてもらう。 ありがとうございます、すいません、嬉しいです、うん、はい、頑張ります。頑張って、はい、もう時間もそんなないからね、はい、企画の概要とかって、うん、メールで送ればいいですか、 LINE で。そうだね、まあ だいたい放送見てるからおおよそ分かってるけど、まあ、はい、ちょっと多分ドレさんが、ドレさんが把握されてたのって多分その12人で大手同士のナンバーワン決めるっていうところでじゃないですか。いや、チャレンジャー云々っていうのも見たよ。あ、本当ですか。あ、じゃあ、うん、でもちょっと分かってないけど、はい、ちゃんと、はい、では今概要の方を送りさせていただくのでよろしくお願いします。はい、まあ俺とお前でそんな固くならなくてもいいじゃない、別に他で気ぃ使わなきゃいけないんだろうから。はい、頑張って、はい、よろしくお願いします。すいませんでした、リスナーさんもドレさんの、ありがとうございます。いいえ、ありがとうございます、ドレさん、またね、はい、はい、ね、よろしくお願いします。いや、はい。うん、ありがとうございます、ドレさん出演決定です、ありがとうございます。ありがとうございます。やると思ったあれ切る前に言っちゃった俺、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。っていうか俺思ったんだけどさ、ドレさんに MC やってもらってさ、俺プレイヤーで出ようかな、うん、いやほや、ありがとうつって、ありがとうございます、リスナーさん、胃が痛い。ドレさんに MC お願いして、俺プレイヤーやれっていうのあったから、ドレさんだったら MC できそうな気はするんだけど、クモンリュウから連絡ないよ、うん、ありがとうございます、猫さん頑張ります。胃が痛い、ちょっと今概要送りますね、うん、ドレさんに概要を先に送らせてください。ねえ、プレイヤー俺がやったらいいんじゃない、ドレさんがもし会 MC やってくれんなら。さすがに俺審査員はやるポジションじゃないけど、ドレさん好きにブッキングしていいよって言ってもらえたんで。3時間で足りる尺で行こうと思います。プレイヤーっていうのはあれね、ペラリストの方ね。なんでミュウツーに頭下げるの、うん、俺がプレイヤーになった方が面白くなりそうな気はするよね、ドレさんっていうその人がいるんだったら。うーん、難しいな、ドレさん、ドレさん、ドレさんにどこに立ってもらいたいっていう感じなんだろう、みんなは。主催だから MC でいいですかね、カー君、どう思う、ドレさんのトークが見たいか審査員やってもらいたいかってどっちですか、皆さん。あ、応援ありがとうございます、吉北さん、ありがとうございます、頑張ります。ドレさんを審査員で見たいか、それともプレイヤーでバリバリのトークが聞きたいか、どっちで見たいですか。
そうっすね、 MC で行きます。さすがにね、プレイヤー出たいけどね、俺は MC で行くわ。確かにそこ触れたらぐちゃぐちゃになるからね。どうしよう、トーク見たい？ドレさんの。ドレさん審査員、どうしよう。やっぱトーク見たいよね。荒野 VS ドレさんとかさ、海宝 VS ドレさんとか見たいよね。それこそバブー達彦 VS ドレさんとか超盛り上がるよね。指定対決でさ、いきなりさ、達彦がさ、ドレさんとバトルとか超盛り上がるよね。アメリカ人とかプレイヤーだね。プレイヤーでお願いしよう、ドレさんには。ドレさんに概要を送らせていただきました。そうだよね、トークか、トークだね。うん、喋りうまいもんね。愛子さんはオファーはないっすね。愛子さん出ていきたい、いただきたいんだけど、審査員はね3人にしないと、もう審査員にジャッジするように奇数じゃないとダメなんですよ、うん、あと9分了解です。ドレさんあれだな、プレイヤーの方でお願いしよう。深夜食堂決定です。プレイヤーの方でお願いします。よいしょ、じゃあ皆さん次枠もちょっと考えていこうと思うんで、どれの深夜食堂よろしくお願いします。食堂女性がいないね。大手にリナネコをブッキングしたかったんだけど、あとはベラマスターかな。サメ島さんいいんだけど、サメ島さんからブロックされてて連絡がつかないんですよ、うん、チャレンジャーはダメでしょ。こんだけ実績あってチャレンジャーはないでしょ、うでプレイヤー確定させたいね。ヒカルくんに電話してみようか、次枠で。これで新やっちょ、ヒカルくん、テルチャンピン、みやびくん、ドルさんで行きたいね。ポンスケもあったんだよな。うん、ひどんなはチャレンジャー側で出たらすげえ盛り上がりそうな気がする。あとは審査員だな、ポンスケ、ヒカルくんね、連絡出ないかな。金梅さん出てんだよな。審査員はレジェンドじゃないとダメだよね。ポンスケ必要っすよね。ポンスケ、そうだよね、カー君ね。MC か、あと。さとみさん、いいね。審査員向きだな、さとみさん。でも、できれば、ゆいかさんとか、香川さんとかについていただいた方がいいんじゃないかっていうふうに思ってる。リスナーから代表はないですね。舞台にリスナーさんあげるわけにいかないんで。
ああ、ひかるくん、みやび、あ、そっか。キャスバ会いに行こうかな、俺。キャスパーね。あ、携帯壊れてんだ。だから出ないのか。あ、そうだったんだ。携帯壊れてるんだ。マジか。そういうことだったんだ。里美さん出てもらいたいですね。そういうことか。なんでヒカルくん連絡つかないのかなとは思ってたけど、次役でヒカルくんに電話してみますね。起きてっかなこの時間。でもポンスケさん、別にペラマスターの方で出てもらってもいいよね。審査員の方で出てもらって、今のトークこうした方が良かったよみたいなのでもありだと思うよね。うん、直しちゃうね。オッケー。あ、そっか、旅人なんだ、ヒカルくん。それもあるんだよな。でも、確かに、ポンスケさんにも出てもらいたいっていうのあるよね。あと、チャレンジャーで大手なのが、荒野とカッシーニなんだよね。名前が上がってる。あと、アキラ、アメリカ人中西マンとか強いよね。タツヒコも最近伸びてきてる。だから、もうちょいチャレンジャー側に大手がいてもいいのかなって、2、3人。大手バトルみたいなのも見たいから。次枠いきます。皆さんありがとうございます。なんだかんだ少しずつですけど前に進んでます。ありがとう、みんな本当にありがとう。じゃあ今日アイテムタイム一発もやらなかったんで、最後アイテムタイムさせてください。ありがとうございます。うん、電話してみる次枠で。皆さんお疲れ様です。ありがとうございます。もしよかったらご支援いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。企画随時頑張っていくんで、応援よろしくお願いします。次役いきます。バーガープレゼントありがとうございます。ノースさんバーガープレゼントありがとう。ネズミさんバーガープレゼントありがとうございます。ネズミさんバーガープレゼントありがとう。アムチンいいね。アムチンウェルカムですね。風船プレゼントありがとう、ゴールデンキャッスルさん。風船プレゼントありがとうございます。頑張ります。もうちょいだな。風船30個プレゼントありがとう。おお、お祭りありがとう。そうそう、お祭りありがとうございます。お祭りありがとうございます。初めて見た、すごいね。お祭りありがとう。そうさん頑張ります。ありがとう、お祭りありがとう。それでは皆さんお疲れ様です。引き続き応援よろしくお願いします。金魚すくいありがとうございます。それでは皆さん次枠いきます。お疲れ様です。数合わせありがとう。
あ、愛子ちゃんさ、連絡してもいい？愛子ちゃん電話してもいいかな？お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん、もう。